死んじゃうのかな。え、デリバイ、デリバイですね。はい、あ、え、サマーニラ、サマーニラ、サマーニラ、バシラ見せられた。つまんないプライドなんて捨ててしまえ、捨ててしまえ。行って読みに来い。自分は自分の勝利です。マジか。お前たちは楽しんでるんだよな。答え知ってるから。こっちは分かんねえんだよ。参りました。全国1億2000万人の人狼スリアルチャンネルファンの皆様、こんにちは。本日月曜日ですけれども、スリアル村へようこそ。私、熊本県出身、32歳、独身。実はですね、ここだけの話っすよ。今日、僕が選ばれるんじゃないかなって思ってます。トゥピーです。よろしくお願いします。めっちゃいい。そんなこと、ありえる。俺が全員食い殺してやるぜ。というような感じでね、冗談は置いておきまして、本日は2戦行います。そして、番組のタイトルの通り、なんと、もしかしたら、このスリアル村から、人狼アルティメット9へ出場できる方が現れるかもしれません。アルティメット人狼、失礼しました。あ、今ので選ばれないな。カット、もう一回。さあ、というわけで、それでは、いつもならここからルーセッツと自己紹介行くんですけれども、本日は、もうせっかくね、審査員として、素敵な3名の方いらっしゃってるんで、早速最初にお呼びしたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。どうぞ。山形さん、そして小玉さん、石井さん、お越しいただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日もリアルタイムで決定するんですか。多分なるほど、多分、はい、多分持ち帰り案件がなければ。なんかじゃ、最近はあれですよね、やっぱり判定になるとビデオ審査が入る。はい、スローで見ない気が。そうだね、こういうやつ。そう今の話です。指がかさすこれチャレンジ失敗するともうアウトですよね。今日ね、スーパーボールもやってましたけど、それぐらいの審査をね、はい、仕上げて。厳しいな。厳しいですよ。はい、はい、分かりました。じゃあ、まあこれからちょっと天国ルームと行って、はい、皆さんの、ね、プレイぶりを見ていただくんですけど、ぜひ、うん、はい、ちょっと、まあ、一応でもスリアルチャンネルですから、はい、自己紹介だけしておきましょうか。お願いしますよ、名前ぐらい言わせてください。そうですよ、トラビー失礼いたしました。すいません、すいません。でもまだ分かんない。こういうのが多分偉い方々になると新しくて選ばれちゃう。逆にどっから来るのその自信は。こんな怖くない。引っ越しちゃった時は自信ない子だった。僕の何を知ってるんですか。というわけで、ちょっと改めましてですけど、はい、じゃあ、ご紹介させていただきます。真方隆之と言います。よろしくお願いします。ラジオにね、人狼伝道師と名乗ってますが、たくさんの人にね、知ってもらおうと思って活動してます。よろしくお願いします。ゲーム、クリエイター人狼会の主催をしておりまして、人狼アルティメットの主催もしております。新業でございますので、よろしくお願いします。チェック細かいですよ、チェック細かいですよ。中入ってはい、ということで、人狼ルーム代表としてアルティメット人狼主催の小玉でございます。いやー、ちょっと今回この企画をね、ちょっといろいろボスと打診させていただいて、うん、はい、この13人の中から選ぶという、この3月25のアルティメット9に、うん、3人後、はい、ちょっと初めてじゃないですか、アルティメット史上こういう公、うん、まあ、公開、まあ、オーディションってわけじゃないですけど、公開のこのね、やることを、うんうん、だからこの13人からまあ選ばれると。でもあれですよね、ボスは出れないってことですね。もう絶対に出れない。残念ながら。でも本番になったらいい。そういう変な言っちゃう。めちゃめちゃ癒着じゃないですか。そういうのはないと思う。まあ、トヨピーはまだでもゼロじゃない。ゼロじゃない。言うからね。チケットもぎりから。アルティメットもぎりがあるよ。アルティメットもぎりが。もぎりいけるかも。
もしれない。なるほど。もしかして現地いるかもしれない。いや、いるでしょ、絶対います。すいません、選んでいただいて。すいません。ということで、まあ、なかなか人狼ってその優劣をつけるのも難しいとは個人的には思ってるんですが、うん、まあ、せっかくなんでこの2試合というたったまあ2試合でございますが、うん、もちろんアルティメット人狼の当日に活躍してくれそうな人、はいはい、そしてもちろんアルティメット選手としてふさわしいなと思う人、うん、あとは、まあ、勝ち負けももちろんありますけど、はい、まあ、やっぱり僕らが見てるのはその一挙一、言葉とか、うん、仕草とか全て含めて皆さんも普通に見て、うん、そうですね、あ、この人活躍してくれそうだな、うん、この人いいなと思った人を、うん、まあ、選ばせていただきます。やっぱジャッジをするとですね、もちろんこうみんな大好きスリアロですから、うん、いろいろあると思いますが、うん、我々が責任を持っても選ばさせていただきますので、うん、はい、はい、もう全身全霊頑張っていただいて、まあ結局ね、いい放送になれば一番いいんじゃないかなと思っておりますので、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな、こんな真面目なスリアロにしたらいいよ。みんなもっとふざけてるけど、ね、けどまあ、はい、ありの、ありの、はい、ありのまま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 でやってたいと思います。わかりました。それではじゃあ審査員の3名の皆さん、はい、天国ルームの方で、はい、皆さんもお会いしてあげてください。はい、みんなのコメントも読んでますね。そうだね、はい、よろしくお願いします。頑張ってね。ありがとうございます。お願いします。楽しみ。じゃあ、トヨピー頑張れ。はい、頑張ります。すいません、ありがとうございます。選んでいただいて、すいません。マジで緊張してめっちゃ汗かいた。え、トヨピー、事故んないでしょ。なんか珍しいね。やめてよ、やめてよ、今日ほんと今日事故るって自由で。やめてよ、ほんと。それでは本日の GM はさかなクンでさあ、ではルールの確認をしていきましょう。はい、ルールの確認いきますよ。はい、さあ、というわけで、ゲームの目的です。まあ、これはいつも通りですね、参加者は人狼陣営と村人陣営に分かれて自分の属する側を勝利に導いてください。そして、人間陣営は人狼を全滅させること、そして人狼陣営は村人陣営を今生き残っている人狼と同数にすることで勝利となります。そして、ゲームの進行です。ゲームは昼のターンと夜のターンに分かれております。昼のターンでは人狼を含めた村人を村にいる人たち全員で話し合いを行い、最も怪しい人を村から追放していきましょう。そして夜のターンでは人狼が村人を一人選んでゲームから追放していき、除外していきます。そして村人の中でも役職を持っている人、スペシャルな人はこの夜のターンにその能力を発揮できますので、役職持ってる方は頑張ってください。さあ、それでは次の画面、はい、脱落者についてです。死人に口なしというわけで、ゲームから脱落した参加者は速やかに退場してください。ただし、お昼の会議で追放が決まった方は、遺言ができます。そして、以降は天国ルームで村の行く末を見守ってください。多分1日目の天国ルームね、審査員の方3名と同席になるんですね。それは見えちゃう。そういうわけ決まってる。道連れ行くの決まってました。さあ、そして、各役職の特性です。この村には人狼が3匹、狂人が1人、占い師、霊媒師、騎士が1人ずつの残り村人6人で13人村を行います。基本的なことはちょっとスキップさせていただきますけれども、占い師です。占い師は初日だけ、ゲームマスターから人間を教えております。狂人も人間に含まれているので、そこだけ気をつけてください。そして騎士です。騎士は連続ガードができません。ご利用は計画的にというところなんで、よろしくお願いします。そして、決戦投票ですね、本日も一応ご用意してありますね。本日は2000とも非公開でお届けしますので、ヒルパートで投票が同数になった場合決戦投票を行いますが、それでも決まらない場合は視聴者アンケートで決定いたします。さあ、という感じでルールの説明は以上になります。それでは今日も元気に一人ずつ自己紹介をしていただきましょう。主張が激しい。それではどうぞ。はい、皆さんこんばんは。全身ピンクで固めてまいりました、最終戦の荒井圭文です。そんなに映したそうでいいよ。いやそして燃える熱い心もさすんでね。ついにね、アルティメット人狼、まあ、あの舞台に立つのかと思うとも考えもひとしおなんですけれども、いつも通り僕は、まあ、今日はご機嫌人狼で、ね、やっていきたいと思ってます。今日も楽しみます。よろしくお願いします。
さあ、では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロマージャン協会のケルビンです。まあ今日はアルティメットの審査員の方々たちが、見に来てくださってるんですけど、まあこういう日だけ頑張ってもしょうがないと思うんですよね、僕は。普段の人狼の人狼のプレイスタイルとかね、見ていただくことは結構やっぱ本番でも生きてくると思うので、まああんまりその気張らずに頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張れ。さあ、では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。最高位戦日本プロ麻雀協会の谷翼です。まあ僕もね、このようなチャンスに、このような場所に座らせていただいて、とても光栄なんですけども、こういう大事な麻雀の対局でもそうなんですけど、時に、ちょっと住んでるところの近くに最強のカツ丼っていうのがあるお店がありまして、最強のカツ丼っていうネーミングで本当に売られてるのがあってですね、それ食べたら最強になれるんじゃないかと思いながら食べてるんですけど、今日もそのお店行ったんですよ。売り切れてます。頑張ります。精一杯頑張って最強のカツ丼の伝説を崩壊したいと思います。よろしくお願いします。さあ、では次の方どうぞ。はい、皆さんハップ。最高位戦日本プロ麻雀協会の松田真弥です。今日はですね、いや先生方、審査員の先生方3人いらっしゃるということなので、私もですね舞台に立ちたいと思いまして、普段通りですね、全力で楽しむ人狼をしていければなと思います。皆さんぜひ楽しんでください。本日もよろしくお願いいたします。さあ、では次の方どうぞ。はい、日本プロ麻雀協会の大浜です。なんか花尾さんの顔が怖いです、今日。そうどうなんですか。昨日僕人狼やってたんですけど、昨日久しぶりに222進行になったんですよ。すげえ好き。2人、霊媒2人、騎士2人で、なんと222が進路、進路、進路で、全然意味わかんねえと思って、まあ、結果ムラがあったんですけど、222進行でローローローが出てるのを初めて見たなって感じで、狂人は何してたかっていうと、初日に何も言わずに釣られてましたね。全然わかんねえと思いながら、なんかおもろい展開になるといいなって思ってます。よろしくお願いします。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。最高位戦日本プロ麻雀協会のひぐみんこと樋口清香です。今日は、髪の毛と、チャイナ服で決めてきたんですけど、ちょっとこれには理由がありまして、私はアルティメット人狼5に一度出演させていただいております。その時に一緒に出演しました大崎初音さんがこの髪型で、ちょっと短いんですけど、でチャイナ服だったんですね。それとっても強かったので、大崎さんのようなプレイができるようにと、ゲームを担いでこの格好でやってきました。今日も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。売り切れてるから売り切れてる。おかしいな。さあ、では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の竹中誠です。まあこの番組も結構長くやってると分かるんですけど、やっぱみんな今日硬いっすね。自分も含めてぶっちゃけ硬いです。まあただね、まあ選ばれる選ばれないっていうのはまあ時の運もあるんで、まあみんなで楽しくできたらいいんじゃないかなと思ってます。以上です。よろしくお願いします。さあ、では次の方どうぞ。はい、アレミューの塩田美穂です。私も一回アルティメット人狼はスリアロ村の告知で行かせてもらってるんですけど、実は 8.5 の時に一回声がかかったんですよ。なんですけど、その時はリーグ戦と被ってて、女流リーグ、アレミューの女流リーグと被ってて出られなかったんですね。でもこんなチャンス回ってくることないだろうなって思ったんですけど、今日もしかしたらここで選ばれたら出れるかもしれないということで考えたいと思います。よろしくお願いします。はい、新しい靴だね。ナレーターの原博史です。誠さんがみんな硬いって言ってるんですけど、僕全然今硬くなくて、これは始まった瞬間に津波のように緊張が来るんだなっていうふうに今ちょっとも思ってて、今全く緊張してないんですけど、始まった瞬間すげえ汗かくんだろうなって、もう
思ってます。でも頑張ろうと思います。頑張りますまだどうだろう、もう聞いてます。皆さんこんばんは、囲碁棋士のサハクです。よろしくお願いします。どっちか迷ったの。僕はぶっちゃけ僕は一番緊張しないと思うんですよ、うん、なぜかというと、うん、僕ははっきり言って人狼で活躍するプレイヤーじゃないんで、もう選ばれないことがもう分かってるんで。何で活躍してるの。でも練習中っすよね。だから僕は単純にゲームが終わった時に勝利陣営にただいたっていう。ごめんなさい。おぉ、すごい。ごめん、歯が取れた。強いやつって言われて自分の勝率を調べたら 50% 弱で別に対して強くなかった。まああの強さって何なんだろうとかいろいろ思ったりするとね、別にただ強いだけのねアルティメット人狼じゃないですよね。アルティメットな人狼が見たいんだったら俺を採用すればいいと思います。ということで、今日はここに行きます。さあでは最後はこの方です、どうぞ。はい、皆さんこんばんは、花尾沙です。でもよろしくお願いします。長いしさ、緊張図らんだよ。なんかみんなの家庭しさ、どん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 。お前いやでもね、今日はもう皆さん緊張してるようですが、皆さん選んでもらうみたいなそういう後ろ向きな気持ちじゃなくて、なんかどうか花尾さん出てくださいと、あのお三方に言ってもらえるようなプレーをやってやんで、よろしくお願いします。というわけで本日は以上の13名でゲームを行いたいと思います。で改めましてですけれども、2戦とも役職非公開でお届けします。そして天国ルームでは審査員の3名が目を光らせていますが、皆さん気にせずにいつも通りに頑張りましょうね。はーい。それでは皆さん準備はいいですか。はーい。それでは初日の話し合いの時間、いつもと同じく9分でスタートしまーす。はい、ありがとうございます。提案がありますか。なんかありますか。なんかありますか。ですね、このアルティメット人狼9の本番3月25日なんか被ってそうで怖いなと思って調べました。はい、日本オープンという日本プロマージャン協会主催のタイトル戦の決勝と被ってます。はい、で、まあそれで、まあ結局僕も出るんであの立場一緒なんですけど、日本プロマージャン協会所属の方が4名いらっしゃいます。はい、今日この4名に釣り対象を決めていただきたいな。決めると思います。まあ言いたいことは分かった。ちなみにそれがどなたか教えてほしいです。あ、分かんないです。4人が日本プロ麻雀協会という
団体に所属しているマージャンプロです。まあ、スリアル村を支えてきたお二人と、ケルゴタです。はいはいはい。なんなら、ちなみに、日本プロマージャン、まあまあ、こっちも支えてるから。まあまあまあ、最後の話聞きたいな。日本プロマージャン協会の、協会員はその、日本オープンという大会に出ることが義務付けられてるんですね。あ、そうなの。なので、どちらかといえば、この4人がその日に、決勝に残ってしまう可能性がある。あ、一応余談言っとくと、僕ずっと運営なんで5年ぐらい出てないっす。義務だけ、僕だけ出てないっす。で、運営として でなので、もしかしたらこの4人の中で、アルティメットチーム出れなくなる可能性があるので、この中で初日で決めるっていうのはどうですか？僕はちょっと反対で、なぜかというと、僕は自己紹介とか見てて、この4人は緊張してない側だったと思う。で、僕は選ぼうと思ってる側が手を挙げてる側に入ってなかったんで、僕はこのまま決めたい。まあ、僕は単純にちょっとその理由が嫌だなって感じ。出、うん、なそうだからそっから釣るっていうのは僕は反対でした。ただ、小説に出してくれたから、このまま私はやっていいかなと思ってます。情報になるのは、この4人が投票対象を選べばいいって言ったのがタリーさん。そして、それに賛同したのがマナイブさんとかピグミとか岡野さんが賛同して、逆にこの4人でいいんじゃんって言ったのが、ケルビンさんだったっていうのは大丈夫ですか？ちょっと違います。ちょっと違います。僕はこの4人から釣り対象にする案に反対しました。そうです。はい、案に反対したのがケルビンさんで、この4人が釣り対象になろうって言ったのがケルビンさん。プロ協会のケルビンでした。あ、じゃあこれちょっと正直取ってみません？正直がまあいいけど。はい、ちょっとなんかこれ下りそうなんで、この4人が釣り対象を決める人を決めましょう。アイドルを取って決める人を決める。まあ、知ろうと思う人を指定して、その人が釣り対象を決めましょう。で、この4人もしくは自分を指した人を指してもいいみたいな感じでもう進めちゃおう。あ、じゃあ、僕選ぶみんなに言っとく。僕、原さんか田原さんか、原さんが怪しいと思ってるってだけ言っとく。はい、その上で、まあ、じゃあミヨンヌを決めていいよ。その釣り対象を選ぶ人を決めるっていうのは自分を選んでもいいの？ダメにしようか。ダメにしよう。じゃあ俺はケルビンにしよう。それもありだよね。ケルビンは。あれ、マコトさんがケルビンさんを選んだっていうことは、ケルビンさんは2人選ぶの？それケルビンは選ぶ人を選ぶ。あ、なんか選ぶ人、釣り対象を選ぶ。進めようぜ。あ、俺定額者に戻した。ほう。マジか。特に。じゃあ僕は新井さんにする。選ばれた人たちません。はい。で、ここから釣り対象を選ぶ。この釣り対象を選ぶ。選ぶ。はい。いいじゃないですか。もうちょっと話した方が良ければ。確かに。話すことがない。まあ、これは逆に僕、釣り対象早く決めて、その後は多分いろんな。そうだな。じゃあちょっとごめん。俺はそんなに自信がないが、田原さんにする。うん。それで、小谷さんはなんで大浜さん選んだの？いや、なんでもよかったけど、なんか両側っていうよりは見える人の方がいいなと思って前に言ったじゃん。じゃあ、小谷さん座ってから選ぶのかって。あ、僕、最後に言いたい。僕、その3人から選ぶって言ってるから、どっちかがどっちか選んだら、その方を選ぶかな。あー、そう。絶対にそれ。いや、僕は花尾さんを選ぼう。おお。あ、じゃあ俺、次原さんって言わせて。俺、他に IG が見つかってないから。あ、だから、本当に大浜さんが言った3人が残り5分。大浜は原さんと選んだら。原さん立って。もちろん立つ。ニューズがぶっちゃけね、あんまり自己紹介でそんなにパッと私は誰も思わなかったし、怪しいと思わなかったんだよね。じゃあ谷さん。はい。じゃあこれで今選ばれた人ですね。はい。この4人を起点に話を進めていく。勝負ね。でもな、今の流れで僕が思ったのは、五段寺君が一番ちょっと黒要素が拾えたかなっていう感じです。五段寺君は大浜さんが、この3人を選ぶと明言した状態で大浜さんを選んだということは、まあ、自分が選ばれない可能性が極めて高い人を選んだので、まあ、正当力ある人かなとか何か分かりません、うん、ケルビンと誠さんがそれぞれ自分が選ばれる可能性がある人を指しています。ケルビンはこの4人でいいんじゃないって言っているケルビンを指した誠さんは、ケルビンは自分たちを選ばれるかもしれない、この4人でいいって言ってるからね。だから、マコトさんは若干白いかなと思った。なるほど。立ってる人は、いまいち要素は分からない。もう4人の中で、ボタンジが一番怪しいって思った点は一緒かな。まあまあ、ごめんなさい、そのまま。他、なんか喋りたいことある人は。逆に、現状で私は原さんと田原さんの話が一番聞けてないから。じゃあ、僕話していい？僕、大浜さん、学さんに怪しいって言われたけど、別にだからって僕、学さんの方をすぐ疑う気はないです。多分、自己紹介で硬かったっていう印象でなんですけど、でもそこは、まあ、しょうがないですよね。ちょっと緊張はしちゃうよねってところなんで、そこ以外のところで怪しいんだったら、釣っていただいても構いません。僕、一番気にしてるのは、ひぐみん。自分が選んでる対象から外されそうとしてたのに、過剰に反応してたなっていう印象がありました。
ボタンジさんのことも気になってるけど、僕はそういう意味ではひぐみが一番気になってるみたいな。結構気になるのね。タリコ、僕は原さんが一番怪しいなと思っていたんですけど、その今の考察を聞いてちょっとそれがもう薄れちゃってるんで、今ちょっともうちょっとフラットにもう絶対回してます。あー、そうですね、ちょっと田原さん、僕はぶっちゃけこういうのは大体残る人だし、で、ね、そうだよね。で、まあ僕が一番白いと思うのはケルビンで、ケルビンはやはり自分を含めて4人を投票対象に残り3分いいと言ったことから、僕はケルビンが白いと思って、それ以上の考察は僕は伸びてない。オッケー。はい、じゃあ、新井さん。ちょっと花さんのその考察が、ゴタとガクちゃんがって話をしたんだけど、僕、ガクちゃんを人間って知ってる僕じゃないしの。なんで、ちょっとそれは違うってことを言いたい。で、なんで、ガクちゃんが怪しいって言ったところから僕は指定した。ガクちゃん、田原さんイエスだよね。うん。イエスだよ、怪しい。僕予言です、僕の予言で。ケルビン白って知ってる。私が本当の預言者です。で、兄を人間としてます。だから兄が、投票対象を選ぶってなった時に一目散にそれでいいって言ったし、兄が投票対象になるって時にすごくとっても私反応してました。だから兄が人間としてます。ちなみにあと僕も一つ言わせてもらうと、あの教会の4人から、ガクちゃんが入ってる4人から釣り行った時に僕はすごい反対をしてたのはみんな覚えてると思います。覚えてます。だから僕は一回情報整理しましょうか。ハイさんのガクちゃんです。ガクちゃん人間、トモさんが人間で、2人目の田原さんがケルビンの人間です。ケルビンの人間です。私が兄が人間でした。で、じゃあ今日ごめん、俺白もらいだから出ます。霊媒です。僕はちなみに自己紹介の中ではケルビンが一番リラックスしてる感じはあったから、ケイ君が今のところシーンかなと思って。ちなみにだけど、僕が、この世に、教会勢から行きたいって言った時に一番反対した新井さんを預言者で誰かを知ってるんじゃない、白人間を、人間と知ってるんじゃないかと思ったから僕は、選んでいいよって言った、僕ぶっちゃけ途中で今日出るつもりぐらいあって、とりあえず今日の投票対象がどこかなんだけど、立ち上がってる中で、あ、占いからか、霊媒の人を一人だったら霊媒一人だけど、霊媒になってるから占いからがいいと思う。占いからがいいでしょ。じゃあ一回座りますね。座りましょう。占い師の話を後は聞きたいですね。そうです、出ない方が良かったのかな、怪しいって言われてるし、どちらかに人狼がいます。なので私は潜伏して信用に出たとかの方が信用取れたのかなって思って今ちょっと反省してます。で、兄も白かったので噛まれたら困るんですよね。でも3人出てきたんでしょうがないって思ってます。私は人狼は田原さんではなく新井さんだと思う。あ、じゃあいいですか。いや、僕はいや、僕は、ごめん、対抗にパンってなっちゃうんだけど、僕は3人目で出て、で、出ない方が良かったっていう理屈がちょっとわからないっていうのが今聞いてて一つで、あと僕の結果が間違えないっていうことはみんなわかりますよね。そのことは皆さんに言えて、あと最初の行動がガクちゃんをかばってる行動をしてる点で、花房の考察が違うっていうと出るタイミング全部僕は死んだからできることです。1個だけ、はい、聞きたいんだけど、あ、私もちゃんと兄を守った発言をしたと思ってます。教会の人が釣り対象になった時に全力に止めに行ったのは金瀬田原さんに話したことだよ。新井さんはだって快活にこう喋るから、なんていうの、村っぽく見えるのはしょうがないんですよ。僕が黒っぽく見えるのはある程度しょうがないと思ってる。僕はケルビンのこと知ってます。僕はケルビンのこと知ってたから、あの、なんだろう、4人になったら絶対に反対するつもりだったけど、別にそんなの、そんなの、そうそう、原さん投票で質問してほしい、僕に。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。私は新井さんに投票します。大浜さんが出橋として新井さんシーンと見てるので、あの、ちょっと考え直してほしいんですけど、田原さんはどちらかを人狼とは言えなかったので狂人だと思ってます。私は新井さんに投票します。兄が人間です。はい、じゃあ俺先行くわ。田原さんに入れますね。ケイ君が真だと思っていて、田原さんと樋口がどっちがおかげか全然わかんないです。ただ田原さんを釣って黒が出た時は、投票対象を上げたところが情報になるので、僕はこっちはフラットなんですけど、情報量が一番落ちるのは田原さんなので田原さんに投票です。やっぱり結果が白のところに、まあ、この後は明日以降霊媒がもう一人出てくるかもしれないけど、現状一人しかいないところを白って今の前に言ったので、ケイブンさんは投票する気がありません。で、タハクかヒグミなんだけど、タハクってその釣られるかもしれない位置、最初に立ち位置にいたんだけど、その時にあんまり狼っぽい焦り、まあ、それこそ真の王じゃないかって言われたらそれもわかんないんですけど、でも狼っぽい焦りには感じなかったので、この中で選ぶならひぐみに入れます。
あ、先入れますね。ミヨンヌに同感ですね。新井さんと田原さんがそれぞれ狼だとしたら、別に出てくるタイミングとしてあんまりなんか狼だから出てくるっていう前に見えなかったんですよね。3人の中で狼で出てる可能性があるなら樋口が一番高いと思いました。よって樋口に投票します。入れます、重ねます、ヒグミンに入れます。ケイブンさんが狼だった場合に出てくる可能性って、大浜さんと五反治さんが仲間の狼だったら出るかなって思ってるんですけど、霊媒師が1人しか出てない現状でそれはない。つまりケイブンさんではなくて、ヒグミンかタハクのどちらかに狼がいると考え、狼濃度が高いヒグミンに投票します。じゃあいくか。じゃああえて強めな票を入れましょうか。僕でヒグミンに投票します。まず投票だけ。お兄さんが怪しいと思ってました。個人的にはね、硬いなって個人的には思ってた。で、ケルミンさんと、大浜さんが人間らしいと思ってました。なので一番偽物らしい、狂人らしいと思って僕はヒグミンに投票します。正直田原さんとかを、指定するだろうなっていう、指定しなかったのは田原さんが多分選べないだろうと思ったからです。花澤は好き勝手選びそうだなって印象があって、原さんと田原さんにそれを追わすのは微妙だなって個人的には思ったので、大浜さんを指定しました。以上です。いや、投票しますね。花尾さんに僕に言いかけた質問をしてほしかったんですけど、これじゃ答えられないですね。ヒグミンに投票をします。で、まあ僕が生き残るため、これが一番です。一番、釣りやすいところをに入れます。ちょっとはっきり言って、狼教授は分かりません。で、ただ竹中は、まあ、今の投票で、まあ、人間がかなり上がったかなと思います。自分でしろっていうヒグミンに投票だから。うん、考えたら行こうかな。占い師の打ち上げに関してはケイブンさんと清香さんは本物か狼かなっていうふうに思ってます。で、田原さんに関しては狼っていうよりもあったとして人外だったら狂人かなっていうふうに思いました。人狼だったらなんかもっと自分がパッて立った時とかに一番に出てもいいんじゃないかなと思ったからです。で、そうなると私はケイブンさんか清香さんに入れようと思ってました。で、清香さんにこれだけバーッと集まってるのはちょっとやっぱり気が引ける。なんか最初の方に清香さんに集まりそうだからっていうので狼がババッと入れたんじゃないかなと思いました。ケイブンさんに入れます。残り5票。東京はヒグミンに入れます。新井さんが釣られる可能性はちょっと消しときたいです。新井さん死んだと思ってます。ただ大浜さんが言ってた、その新井さんがその自己紹介でリラックスしてたから死んだと思うっていうのは違うと思っていて、新役職だったら僕むしろ緊張すると思っているので、そこは強人だっても狼だっても緊張すると思うんで、そこはフロットに見てます。ただ考察が新井さんがもう死に見えてます。投票しますね。今思ったのがヒグミンがやっぱり狼だと思います。なぜかというと村のみんながみんなが新井さん死んって言ってるんですよ。で、その狼側が絶対知り寄ってるんですね。僕と新井さんが多分白白でどっちか死んが分かってないと思うんですよ。だから狼がすでにもうヒグミンのこと切ってると思います。新井さんにすり寄りがひどい。なので、ヒグミンが合格率が狼だと思います。まだかけてるかで言われてる。残り3秒。青いの？これちょっといいかな。入れます。結論僕は樋口さんに入れます。理由としては僕が最初に怪しんでたのが樋口さんで、潜伏してた狼なのか潜伏してた役職なのかわからなかったんですが、ここまで票が入ってるっていうことであれば狼だったのかなっていうふうに思いたいです。あと怪しい人は明日ちょっと言いたいと思います。以上です。残り2票。入れます。投票は、ヒグミンだと思ってたんですけど、僕かなり五反治君を狼ロックオンしちゃってて、五反治君がヒグミンに入れた瞬間にどうしようかなと思っちゃいました。五反治君が狼だと思ってるから、あそこ五反治君ほぼ決定票に近いんですよ。数えてたんだけど、残り全員がタークに入れたタークが1票持ってたから、もうヒグミンが釣られるんですよ。だから決定票、だからヒグミンで黒が出れば、まあ、五反治君のロックが外れるかなと、あそこに導き出しないと思うので、さらにヒグミンで黒が出れば原さんと誠さんがおおむね人間ってことになりそうな気がしました。最後の1票です。はい、投票します。
もう投票はひぐみが決まってるので僕は、時点で狼だと思ってる人に投票します。投票は原さんにします。今日ひぐみがもし狼だった場合って、狼って途中まで、様子見てひぐみ以外にバラ票がばらけないか見てたはずなんですよ。絶対に後半まで票を持っていたかったはず。僕はひぐみママ狼だと思ってるんですけど、で、それで後半まで持ってたのって谷原花さんの3名です。僕はこの3人をママだ。はい、というわけで本日追放されるのは樋口さんでした。カメラに向かって質問ができます。はい、9票いただきました。で、私本物の占い師です。で、私にこれだけ票が入って私本物なので明日以降の考察がはっきり言ってできないです。はい、村人も入れてるし人狼ももちろん入れてるから。で、私に入れなかったのはまやちゃんだけです。で、私の白崎のお竹中さんも入れてきてやってるのでしょうがないんですけど、占い師から行きましょうっていう流れで私は1票目に投票してます。遅かった2人を皆さんなぜ死んで終えるんでしょうか。そこが疑問ですね。はい、私は占い師でちゃんと最初に投票してます。他の占い師はかなり遅かったですし私に決定票に近い重い票を入れてきてます。なので私が死んだのは1票目に投票したからでしょうか。私は責任持って占い師から投票だと思って1票目に行ったんですけど他の2人は行ってくれませんでした。私の芯を追ってください。でも兄が人間としか落とせませんし明日以降票はもう洗えません。まやちゃんだけは入れなかったんでありがとうって人間だと思ってます。わからないですけど占いません、ごめんなさい。天国ルームで村の行き先を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。天国ルームいるんだ。うん、あっ、あおーどうぞいらっしゃいませ。はい、はい、どうもはい、ベちゃんどうぞ。なんか緊張してたみんな、なんかすごい緊張感はありますな。あのいつもよりはありますね。まあね、はい、まあ、ちょっと慣れてくるんじゃないですかね。はい、うん、さあということでゆるためになりました樋口さんでーす。はい、さあということで、うん、まあ、アルティメイト9、はい、もう3月25日になりましたけど、はい、できればね次の2月の18でしたっけ、はいはい、アルティメイト人のチャンネルで全出演者を、はい、発表したい。もう今回26人を全部発表したいから、はい、うん、今回こういうちょっと急遽ね、はい、ボスに無理を言って、はい、うん、月曜日ということで、ありがたいです。いやーでもね難しい、こんなことするの初めてだしね。そう、初めて。普段は難しい、ね、なんか、ね、難しい。あのだって人狼を探すとかじゃないじゃないですか。そうそうプレイヤーを見なきゃいけないから、この人怪しいなとかあんま関係ない。はい、うん、この企画を見てる視聴者の人はどう受け止めたいのか聞きたい。うん、面白いなと思ったのか。そう、なんかまあそれなりにあれじゃないですか、うん、あの、うん、悪趣味な放送なわけじゃないですか、うん、まあまあ、僕らおっさん3人が偉そうにこうね、うん、皆さんを選んでるわけですけど、うん、まあ、でも楽しいとか面白いって言ってくれてるね。ちょっと新しいね。そう、いろいろやっぱやってみたいなというのと、うん、あとは同じね人のやっぱ放送をやってるっていうね、うん、関係性もあったので、うんうん、こういうのはなんか釣り野郎だからできたっていうのもありますよね。ありますよ。なかなか協力体制がないとこういうのもできないし、知らなかったですもんね。ありがとうございます。本当はね、やっぱり全員ね出てほしいけどっていうのがあるんで、ね、うん、そうなんですよ。そこがね、全員出たら釣り野郎ですからね。アルティメットじゃないじゃん。そう、出たい、でも出たいじゃん、ね、でもみんな出てほしいのはありますよね。でそれを逆に今回こういうふうな、あの言ったらそのフラットな状態に一度、うんうんうん、そのやってみるっていうのはまあある意味その実験的なところもあるかもしれませんが、今まではねスリアローの中でもスリアローから代表って出ていただいてましたから、だから今回ね本当にだからこの視聴者の皆さんとの意見も僕ら見ながらね今ちょっとこうやってるんでね、あんまり惑わせないでくださいね。そうなんかね今開示感があったとかね、なんか会が選ばれるためにドキドキしながらみんなゲームしてるね。あとダーツがめっちゃ人気あるな。ダーツさんはですね、スリアローでは大人気、大人気、はい、ダーツ出てないからね。ダーツ用語っていうのがあって、はい、本当すごい人気なんですけど、なん か会社と嫁さんにちょっとでダメって言われたら、ダメって言われたの、なんかそういう風なツイッター見ました。はい、まあ、あとはそう TLPT とか話、うん、実は TLPT も1回あったんです昔、うんうん、あのオーディション、チャレンジステージっていうのが、うん、で初めて出る13人が出て、うん、僕と桜庭さんで
終わった後にその場で決めて、うん、夜のステージに2人だけ行くんですよ、うん、で残り11人はあの魑魅魍魎たちがいるんですよ、はい、あいつらが怖いやつ、怖いやつらがいっぱいいるんですよ、うんうん、2人だけ行ったんですけど、その時上がったのが、キンバリーとキャメロンだったんですよ、はい、そうなんですね、その時確かキンバリーは大活躍、そう、しかもキンバリーとキャメロンは初日直営と初夜飛んですからね、え、それでも選ばれた、選ばれた、だからあの僕らはやっぱり結構2人で3人いったかな、うん、3人いたうちの2人はそれで、うん、あの2回やったりして、でもすっごい桜さんと話して、うん、こうこうこういうところがって言って、うん、やっぱ初日のあれが一番結局残ったねみたいなことになって、うんうんうん、やっぱり最後まで行っても、うん、最初のことが一番印象に残ることってあるわけじゃないですか。初日って大事、高度になってくればなるほど初日大事だったりするじゃないですか、うん、そうな、初日に実は決まってるみたいな、なるほどね、勝負もね含めて、ね、だって最終日の3人なんて全員面白いって決まってるもん、うんうんうん、そんな3人でやるんだから、まあそうね、ね、でも13人で目立つのってむずい、難しいですね、うん、なんかね飛び抜けて目立つのもね、なんかどうなのかなって思ったりね、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、あのみんなをやっぱ生かす、樋口はいらん、ありがとうございます。そう、拾ってくるタイルなんで、いない、いらない人なんていないですよ。いつもいらんって言ってくれるの。世の中に、そうですよ、そんなことすると僕が怒りに行きますよ。いやでもあれですよね、みんなもまあ、やっぱりあれですよね、皆さんはね、うん、別に審査してるわけじゃないから、うん、逆に楽しく応援してもらって、はい、なんかこうやっぱりこういうのってなんかこういうコメントってなんかやっぱりいいじゃないですか、うんいいですね、応援を全国からできるって、そうだからそれをやっぱ僕らは見たいし、たいなんかこれがね、うん、アホみたいなコメントばっかりだったらやっぱり薬やる自体がね、うん、我々でこれからしたらなんかちょっと、うんうん、どうなんですか、うん、ここのちょっと柄悪いっすなこの村はっていうね、ガヤひどいですなってなりますから、はい、結構アルティメットもねそこも目指してますよね、あそうですね、そのコメントの質がいいっていう、あそろそろということで、はい、はみたいな楽しみにしたいと思います、深めも楽しんでください、楽しみに、はい、バイバイ、死ぬな誰も死ぬな、おはようございます。もうやっちゃう。おやじさんが人狼に襲撃されておりました。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人たちには話し合いの時間が訪れます。お昼の話し合い8分で始めてください。おはようございます。お前の結果からいきますよ。お願いします。いきますよ。いっせーの。まやちゃん。誤差しろ。これか。まやちゃんが人間でした。樋口人間だった。ああ、じゃあ、じゃあね、僕、霊媒師です。おぉ、キミさん、狼でした。おぉ、これ、はい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 。あ、まあ、占いで。あ、じゃあちょっといいですか。僕が、一応、まやちゃんを占った理由は、かなり樋口が狼じゃないかと思ったから。遺言とかも含めて。それで、なんだ。で、占った、まやちゃんが僕に釣りをずらそうとしたからね。っていう理由です、はい、違うよ、ケイブンさん、うん、私がケイブンさんに入れた時って多分もうほぼ決まってた時、いやいやいや、違う、あなたにはまだいけた、あなたの票を全部ケイブンさんに、全部、ケイブンさんか、事実決定はないで、僕は、そうです、新井さんに票が集まるのは絶対に防ぎたいって言って、ケイブンに入れます、最初は数えましょうって話で、占い師の話になったら僕話をしたいです、うん、関して話すことないです、占い理由、占い理由って言って新井さんはさ、まやちゃんってすごいしっくりくるの、僕はぶっちゃけしっくりくる場所がないの、僕に登場してくれてる人がいないから、うん、で、まあ、ゴタを疑ってるっていう花澤先生の意見もあったので、ゴタの色を見た方がいいと思った、先生占いもありだったけどね、じゃあどうぞ、昨日僕が潜伏した理由なんですけど、新井さんが白を出してるのが大浜さんでした、なんですけど、僕から見たら偽です、ただ、僕は今日できれば昨日潜伏したまんま1日目を終えたくて、で新井さんのことを信用することで噛まれない自信があった、だからアピールして投票しています、一応質問だけ、ちょっと、あ、いいですか、谷さんは僕から見たら狼なんですね、で谷さん昨日出なかった理由今おっしゃったんですけれども、昨日占い師に3人狼いるじゃないですか、で、あ、3人のうち2人狼じゃないですか、谷さんも、そうです、その可能性一応まあ潜伏、だって僕教員でしょ、まあ、でこの場合って道路神ですよね、結構神釣られちゃうと思うんですよ、であれば自分がちゃんと出て霊媒師から手を出てもらった方が、まあ、その通りになると思うんですよね、まあただ谷目線で言えばもう田原さんがほぼほぼ神なわけだ、
だって新井さんは大浜にしろって言ってて、大浜はほぼ人狼だと思ってるならば、もうほぼほぼ田原さんがしろなわけで、大浜はもうかなり昨日ね、本物の霊媒で初日でものすごく早いところでタハックに行ってるので、だから新井が狂人だって分かっていれば人狼の可能性はある。ごめんなさい、谷さんも一応本物の可能性はありましたよね。まああったね。そうですね。でしかも、もし俺を狼だと思うんであれば、より昨日出るべきじゃないですか。そう、僕では、本物の占い師を絶対見殺しにできないので、僕が食べてるっていうだけだけ、戦略を取った戦略と違いなわけだから。ただ、死んで狂人の可能性は当然あるんで、で初日の弁論から新井さんが真に見えていたというのは当然あるんで、それが本性だったんですけど、今日の結果から言ってちょっと違うのもあるのかなっていう。大浜さん目線では生き残ってる占いのどっちかに狼いるわけじゃないですか、どっちの方が狼っぽくて、イグミンのことを狂人と思ってるのか真と思ってるのか、またはその狼っぽい方と逆の方を真と思ってるのか狂人と思ってるかを聞きたいのと、高田さん目線は昨日ケイブンさんにすり寄ってる狼がいると思うって言ってたんですよ、でなった時に最初の方に入れてるのか真ん中の方に入れてるのか、もう決定票の後に入れてるのか、どこが一番すり寄りのポイントだと思ってるのかを聞きたいなと思います。じゃあ僕から答えますね。現状まだ新井さんのを信じてますが、田原さんの信もあるかなと思ってるんです。ただそれは僕は今日は霊媒師に手をかけるべきだと思っていて、僕の目線で狼なんで、でその結果明日占い師が生き残って占い結果を見た中でみんなが精査していくのが一番建設的だと思います。まあそれは僕もどうかです。ちょっと皆さんおかしくないですか。今日噛まれてるのもやしさん、もやしさんなんですよ。なんでそのことで誰も言わん、言及しなくて。だから霊媒師がってことでね。そうです、霊媒師も噛まれていないし占い師も噛まれていないんですよ。そういうことじゃなくて、ごめんなさい、多分結構聞きたいのって、霊媒師から見てこの襲撃先どう思いますかとか。だから潜伏霊媒を噛みに行った。なんでその話が全く出てこないのか疑問なのと、ガクちゃんが噛まれていないということ、狼が狂人を釣りました、狂人か真かわからないけど白を釣りましたってなった時、明らかにガクちゃんが狼だった時に霊媒師を探しに行ってる紙に僕は見えるんですね、皆さんはどう思いますかって聞きたい。はい、いっぱい喋りたいです。もやしは隠れ一番人間ポイントと思ってたんで、すごいカメラがショックです。谷さんに言って、僕は今のところ谷さんはあまりプラスになるプレイだったとは思わないですが、谷さんの方が真だと思ってます。ただし谷さんの思考がきましてよくわからないのが、まず大浜さんが昨日一人出て白って出たから、ケイブンさんはそこで真だというのが先に来ることは僕はあまり理解できないです、普通偽だと思うよね、もうまあでもそれはなんかまあ新郎の神経だったと、本命さんが人間だと思ったということですね。プラス昨日ってそれでブッパス大浜さんに言った方がそれでも良かったんじゃないかな。残り3分だけど、その辺はどう思ったのかな。占いでひぐみは絶対偽だと思ったってこと。谷が一番そのちょっと下せないのは、なんで昨日新井を本物だっておっしゃったってところ。そう、それだって、確かに霊媒の対抗が人狼であるならば、新井の結果っていうのはもう初日霊媒の谷の目線から見て合ってない可能性が高いわけ。少なくても、僕から見たら噛まれる要素が薄くなると思いました。で、で僕結構中盤まで票待ってたんですよ、他に対抗作れないか、でもう無理になったから決定票をあえて打つことで僕は噛まれない位置に行ったと思っています。待って、じゃあ谷さんは誰を死んだと思ってたの結局。だから新井さんが真の可能性は当然あると思っ、一番高いと思ってたっていうのは本当です。ただそうなると強人になります。今はどうですか。今はタークです、絶対に。だから絶対なの。絶対でもないと。なぜ絶対タークになるの。状況変わってきたの。私は谷さんの意見結構ないと思ってて、ひぐみが狼って知ってるんですよね。大浜さんを強人と置くんだったら、占いの出方が新郎どうなんですよ。出たタイミングってケイブンさんが出て、原さんが出て、ヒグミンが出たんですよ。もしもここは2人が狼でケイブンさんが真だった場合って、ケイブンさんが狂人かもしれないじゃないですか。狂人狼って仲間の狼出て、ヒグミンが出たら4人占いが出ちゃうことになってたかもしれないのに、ヒグミンがそこで間髪入れずに3番目で狼が出た田原さんの狼に重ねたと思えないので、私はもしもロールオンがあるんだとしたら、ケイブンさんともうここの組み合わせしかないと思っていて、でそうなった時に絶対にタミさんとケイブンさんつながらない位置だと
だから僕はケイブンさんと繋がらないですよ。あとごめんなさい、だから僕は強労の1分なので釣り先を決めたくて、その人たちにもっと喋ってもらいたくて占い師から行くの。残り1分絶対霊媒でお願いします。絶対霊媒でお願いします。確定された方がいい。じゃあ僕目線はもう新井さんが真だったら田原さん狼で占い二郎なんです。で、田原さんが真の場合は強労の老強どっちもあります。じゃあ、出橋でいいの本当に。一応じゃあ、田原さんの用語だけします。出橋でいいですよね。それだけ確認取りたくて、だから、っていう人がいるので、助けと取りたいです。一回取りますか。はい、占い師から行きたい人から。3、2、1。どっちどっち。霊媒師から行きたい人です。霊媒師から行きたい人。じゃあ、霊媒師から行きたい。残り30秒。占いから来た理由を。僕はやっぱり、霊媒、さっきヘルビンさんが言ってたけど、もやしちゃんって明らかに霊媒を探す神人だなと僕は思ってるんですね。で、霊媒も結局そうすると、そういう意味では谷さんの方が後から出てきたけど、新っぽいけど、考察的にちょっとガクさんのがまだちょっと申し訳ない目なんですよ。だとしたら、やっぱりそこの判断が難しいから、僕はまだ占い師行きたいなっていう。霊媒師さん喋りたければ、どうぞ。じゃあちょっと、僕大浜さんに入れたいと思ってるの、大浜さん喋ってください。じゃあ、僕の投票陣に言うしかないから。谷さんの用語を多少してあげないと、かなり忘れてになりそう。どちらかは分かりますね。はい、僕は谷さんに投票します。さっき言ったように僕が狂人であろうが人狼であろうが谷さんは昨日出るべきです。それが村のためになる行為です。そして花さん、こんな直前に話を振られても困る。残り4秒で言うなよ。話を聞きたいんだ。昼間に言ってくれ。僕は谷さんを今日釣れると思ってるから全然喋らなかった。以上。はい、まあ出た方が良かったと言われるかもしれないですが、ローラーになって明日今日以降の考察を喋れないのはちょっと嫌だったっていうのもあります。すいません、それちょっと自分本位だったかもしれないです。ただそれだったら僕ますます今日使用する意味ないですよね。それをもう一度ちゃんと考えてください。出るかな。本当にこういう言い方はあんまり良くないけど、普段だったら僕谷さんの芯を切るぐらいの感じなんだけど、今日って若干おかしなことが起きてもおかしくないとは思ってる。そもそも普通に考えれば狼が釣られている、大浜さん目線白です。白が釣られているにも関わらず狼が霊媒師で出るメリットが全くないんですよ。だから谷さんが真っていうのが普通のロジックなんだけど、でも狼でもあえて出てきたみたいなことは、まあありえちゃうと思っているので、僕は両方釣ります。両方釣ることを前提に大浜さんを先に釣ります。大浜さんの色を谷さんが見ればいいんじゃないかと思ってます。どうせ谷さんも結構大浜さん来るしか言わない。投票しますと花嘘は自分かもしれないですね。僕は谷さんに投票します。ただ谷さんの信じてあげたい部分っていうのは、今回もやしさんに襲撃が行ったことゆえに、大浜さんが人狼であれば、霊媒師を探しに行く、ごめんなさい、狂人であってもいいのか、要は占い師に2匹の狼が出てれば、霊媒師が偽物の可能性があるので、本物を探しに行ったっていう衝撃はあり得ます。結果はちゃんと覚えておきます。それをします。投票を大浜さんにします。花房先生に言われちゃいました。全く一緒で、谷さんが狼でなぜ、仮に大浜さんが死んだった場合の白結果の大浜さんが黒結果を出したときに谷さんが狼で白結果を出すのは結構普通の狼の語りなんですけど、なぜ黒結果で狼が語るのかが僕には理解ができないので、谷さんの信命が高いと僕は思っています。よし、投票しよう。投票は谷君に入れます。で、そうは言っても皆さんにはやっぱり昨日ガクちゃんは白もらいで出てる霊媒なんですよ。で、そのあたりのこともちゃんと考えてくださいね。僕はもうシンプルに、田原さんと谷くんが人狼だと思ってます。あと一人はまあそうだね、今のところやっぱり花うさが一番かな。ちょっと投票筋とかでね。はい、いきます。今日は私は別に自分が喋る番じゃないかなと思ってたのであまり喋らなかったのですが、なんか明日以降清香さんの結果、学さんの結果を信じると白人間だったわけですよね。でそこにあれだけ票を集めていたわけですよ。谷さんが出る理由もよく分かりませんが、私は白もらいで学さんが初日に出たのは結構、いや狼だったらしないかなと思うけど、分かんねえなこれ。任せます。残り4票。投票しますね。今日、言い忘れたんですけど、もやしちゃんが襲撃されている点以外にも気になる点が1点。昨日の投票です。ガクちゃんが投票したのって昨日2票目とか3票目ぐらいだったんですね。真の霊媒師であんなに早く隠しろみたいなもんなのに投票する霊媒師っているのかなって僕考えちゃって、だからその点も僕ガクちゃんが本物に見えない思えないので投票します。
残り3票。本来なら黒を見てる霊媒から行きたいんですけど、谷さん昨日自分が指名しといてなんなんですけど、あんまり怪しくないと思ってたんですよ。でもエラピとかどこより僕は谷さんの嫌ぐらいに選んで、ぶっちゃけ立ってた時も白っぽいなって思ってて、あんまりそこに票を入れる気なく立たせちゃったところもあって、で今日白結果なのに、あ、じゃあ黒結果で後から重ねてくるっていうのもやっぱり狼のことに見えなくて、私はケイブンさんにせ大浜さん狼だと思ってて入れてます。どうぞ。いやー、結構会う村人が多くて怖いねこれそうなんですよね、僕も大浜の方が偽物だと思ってるんですよね。確かに谷がその新井さんを初日死んだって思ってたのは理屈は合わないんですよね。ただ昨日の大浜がその投票がやたら早かったこととか、谷が今日出てきたことの方が理屈が合わないから、大浜の方が偽物だと思っている。まあ話を聞きたかったのは大浜の方だけど、まあ明日霊媒谷釣ればまだ間に合うんで、もう決まっちゃってますし大浜に入れときますね。あ、じゃあ、まあ良かったです。僕、学さんに入れる予定だったんで決定でも構わないんです。まあ、言いたいことは全部言ってくれたので問題ないです。やっぱりもやしちゃんの噛まれ方がすごい僕の中で引っかかってます。あと僕、清香さんのことは狼として結構怪しいんで、推理をしてたんで、初日に関しては黒って出した谷さんをメンタルとして信じていきたいかなって今は思ってます。というわけで本日追放されるのは大浜さんになりました。カメラに向かって遺言ができます。あ、そっか、全然釣られると思っていませんでした。昨日先に入れたのは、むしろ俺狼だったら後まで持ってた方が良くない？決定票入れられるんだからっていうのが1点、そして、花草が、谷さんつっても大浜さんは絶対黒しか出しませんって言ったんですけど、樋口狂人、田原新井が人狼人狼で狂人だったら白って出ますよね。その辺が抜けてるからやっぱ花草がだいぶ怪しいなと思っています。谷さん必ず釣ってください。まあ、ほぼほぼ狼だと思いますが以上です。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。あー、来ました。おー、お疲れ様です。来ました。ちょっと胸開きすぎじゃないの？胸は今日いつもより1個開けてみました気合い入れてるんだ。石井さんがずっとドキマキしてたんだから。ガクちゃんの胸、ガクちゃんなんでずなんでむちゃくちゃ肌の成分多いしかも綺麗な三角形になって、これがちょうどね、このここのね、よかったね、これがね、ここがね、甘さとかわくりのところねえ、計算です、全部計算、はい、計算なんだ、全部計算です。計算高いな、はいはい、ちなみに、うん、あれですよね、スリアルとアルティメットのなんか、うん、なんていうんですか、うん、歴史というか、うん、はいはいはい、一番初めに出たのは、はいはい、ヒルダ、まあ大崎が2で出てるんですよ、ね、あ、2で1回、まあ半、うん、なんかまあ、TLPT は、ね、ハイブリッド枠みたいな感じで出たんですよね。でその次に出たのが5で樋口、大崎、あと勝間さん、はい、あ、そうだ、そっかそっか、そうそう、まあその時は多分あんま麻雀館で勝間さんが出てなかった気がするんですけど、そうですね、ちょうどお礼さんとかに近い感じかな、文化人枠、そうそうそう、樋口さん、あ、ヒグミは5、そう、で、6で僕と竹中が出て、ヒグミの方が先だった、私の方が先、そうそうなんですよ、先だった実はね、すごい格好で出てたイメージが、そう、やっぱりなんかね、スリアロが初めてアルティメット遊びに来た時はやっぱこう、女性だったり派手感がやっぱりね、なんかありましたね。でもやしさんはいつ頃から見てたんですか？え、アルティメットですか、はい、アルティメット見始めたの5ですね。あ、5が初初見。ありがとうございます。あ、じゃあ樋口さんもさん出た。5に劇場に行って、新宿、そう、劇場まで来て、はい、昼夜通しで見て、おー、ありがとうございます。え、人狼やばってなって、そこから熱がグッて上がったから、その時は人狼すらもあんまり、いや、やってたんですけど、そんなにガツガツってことない、今ほど、ね、今ほどでは、今ほどやったら頭おかしいもんえ、そこからどうやってスリアロに入ってきたの？もともと確かその時点でもう出させてもらってて、あ、その前のゲストで、あの、ここで出ていただいて、あの、イカイさんとかのんちゃんとか一緒に出させてもらったから、あれ15幕とか15幕とか、すごい前だよ ね、 そうね、なんか、むしろなんなら今出てるレギュラーメンバーより古いまである、初登場は。そう
で6、7、8、9と今来てるわけですけど、そうですよ、まあ、その間も我々もよくね、うん、ちょくちょく遊びに来させて、釣り屋のに呼ばれましたな、ねえ、うん、なんかだから結構長い付き合いですよね。そうですね、なんやかんやもう何年ですか、ズブズブですよ、ズブズブって言い方、言い方ズブズブですね。あ、でもそうですね、まだ釣り屋のがなんかそう人狼は独立してない時からですもんね。そう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 、はい、そうそう、あ、まだそうだ、うん、まだ俺出た時ね、結構今多分樋口さんとかいたけど、はい、初めて来た時もなんか全然知らない人ばっかりの中で、うん、あ、そうそうそうだ、出たイメージがある、うん、そうだ、大井さんとかいた、大井さんもいたし、児玉さん人狼引いて、うん、小川っていう今出てる小川じゃないのと、うん、矢島と人狼引いて、矢島君と人狼引いて勝った覚えはあって、そう、大井さんのうるせえなと思っていい意味でね、まあ、すごいこうお互い様ですよ、そうそうそう、だからいい意味でね、いやそんな時からもう何年ぐらい経ってるんですかね、3年ぐらい、もう3年ぐらい、3年ぐらいかな、3年ぐらいですか、ズブズブになって、ズブズブじゃないからね、ズブズブじゃないから、言っちゃってるじゃないですか、そう、最近ちょっと勝手に使っていつもあのコンプライアンスの伊勢さんに怒られそうそうそう、児玉さんがそれを言ったら、名前ね、著作権的にやばい、そう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 、すごいね、それ使えないですか、そうそうそう、末っ子感、末っ子感、永瀬さんはね、この前もゲームの達人とかも出ていたんですね、ああ、そう、片山先生と、そっかそっか、僕憧れだったんです、片山先生、ねえ、ギュアンブラ自己中心派で育てた、でも TLPT もよく見に来ていらっしゃる、そうそうそう、打ち上げだけいっぱい飲んだことある、ああ、そうっす、すごいね、40代の方ってやっぱり片山作品大好きですね、そうそう、僕でも結構もう片山先生に出てくれって言ってるんですけど、片山先生はちょっとあの緊張しちゃうからって言って、やんわりやんわり断られてる、片山先生が人狼で緊張するようになったのは、初めてスリアル村出た時に竹中の兄貴って悪いやつが初日占いありで心遣いで占ってみたら初日黒出ちゃってでそれで釣られてそこからそこからはい、お、そろそろ夜が来るわけで、はい、さよなら、死ぬの、死なないで、グッジョブ。おはようございます。おお、それでは話し合いになります。話し合いの時間7分でスタートしてください。ありがとうございます。お芝居してたのは言わないでください。行きますよ、はい、行きます、ちょっと芝居、いっせーの、ケルビン人狼、原さん狼でした、いいよ、お願いします。僕がボディーガードです。おー、太鼓いね、ほんとだ、太鼓いない、勝てよ、で、ケルビンを、占った理由ですけども、ケルビンが一番僕目線、偽物タニ君の信号を昨日爆上げする発言を連発してたんで、ケルビン占って人狼でした。ちなみに、そのタニさん、ちなみに、霊媒結果いいですか、白でした、え、おぉ、じゃあ占いに色を出すか、僕目線、でも、それっていうことは、じゃあ、それも追ってました、当然、はい、ってことは、じゃあ、裏目線に、実は僕の情報として明確になった、ね、そういうこと、あ、何それ、あのタイミングで出てローローがないって言ってたけど、あったってこと、そう、僕目線それはだとしても新郎ってことね、要は新郎か共郎ってことね、他人目線は、でもそうすると俺目線、他人も新郎ですか、新郎、そうそう、そうだよ、ラインが繋がったんだけど、ちょっと聞きたいことが1個あります、うん、これは言ってもいいと思いますよ、原さん、どこで DJ ですか、なんと、ヨングです。おー、マジか、マジか、素晴らしい、CEO に樋口があれだけ早く完成するっていうことだね。ちょっと待って、初日の投票って樋口ってどっちにしてた？新井さん？ケイコさん。いや、ケイコさんはケイコさん。ちょっとみんな、みんなな。
あ、黒を押さえた人みんな抜けてるんだけど、僕は言わせてもらえば残り5分確実に真なんですね。で、シルミンが真ってことは、それを狼って言った谷さんも偽物なんです。今生きてる役職全員偽物なんですよ。相当ヤバい状況です。あ、でもさ、ケルビン今日はタープ強いから大丈夫、タープ強いから大丈夫。ケルビンが今日黒を出されて釣られるとかじゃない話だから、うん、そうではなくて、ガクちゃんに投票 した人の中に僕は絶対狼がいると思うので、昨日投票が決めた。あ、海音は大丈夫、僕大丈夫です。あ、海音は忘れてた。でも私キヨコさんに入れてないです。ちょっと整理しようか。ケルビン目線の狼、だケイムさん目線の狼もケルビン確定しました、はい、僕らがやるべきことはヒグミ目線の狼を探さなきゃいけないの、この中で、うん、っていう投票をしなきゃいけないから、うん、ごめんなさい、ヒグミに投票した人は右手、でガクちゃんに投票した人は左手上げてください。心身を映ってます。が、しかし、この村の中で俺だけは隠し色である。はい、で、ヤクさんも隠し色、ミオンも隠し色、ハルさんも隠し色でしょ。で、あげてて、ハルさんとミオンも隠し色。占い師もいいです。で、この3人でしょ。この3人がヒグミン目線のラストウルフ、タリエルってことでしょ。はい、それ考えましょう。僕は右手で、まーちゃんが左手ね。私は学さんには入れてます。昨日学さんに入れてます。どっちにしろ私、谷さんと学さんどっちにするつもりなの。昨日僕は3票入ってましたね。多分、荒木さんと大浜さん以外の村から1票しか入ってないのかな。ボタンさんだけ学さんだけどっちか。あら、ボタンさんが僕に入れてる、はい、そうですね。それ以外の村の人は多分誰も僕には投票してない。荒木さんに確認取りたいんですけど、はいはい、まあ、人狼と見ているケルビンが大浜さんに投票しています。はい、ってことは大浜さん真の可能性一応強くないですか。まあ、それケルビンは大浜さんに投票したと思う。人狼であるケルビンが、人狼であるケルビンが学祭に投票したか理由を聞きたい。うん、分かんない。だ、俺は昨日全体的に谷が釣られる流れかなって思ってたから、うん、ちょっと分からない。だからこそ狼に持ってかれたっていうふうにも考えていた。結構襲撃先はミオンで、なんかおかしいんだよね。ミオンヌ誰も、おかしいと言われてもな、なんでか。ごめん、俺じゃあ小手先生一緒に考えてほしいだけ。うん、小浜さんに関しては決定票に近い方だし、残り3分僕目線は大浜さん強靭だったので、どっちが真か分からなくなってたけど、結局田原さんが誤爆してるから荒井さんが真の可能性が非常に高い。谷さん目線も、あ、それは僕自身分かってるんで、だからこそ、あ、いや、大浜さん狼みたいな今話になってたから、ケルビン谷さん目線はケルビンさんが真、谷さんが真、だから僕が真の場合は大浜さん強靭でしかなくて、うん、あれでも結果は割れてたよね、うん、だから大浜さんが真だったら僕はどっちもありますよ。うん、ただ僕が目線は大浜さん強靭しかないんで、そう、うん、だからそれはその目線でのケルビンの今の考察はちょっと違うかな。いや、ね、谷側の話はもう見えない。だからじゃあ、ケルビン最悪側、もう喋らないです。大浜が死んで最悪側のケースを、そうそう、大浜ヒグミンコンビが死ぬ可能性を追いましょうっていう、この2人がぴったり合体しちゃったのね。まあ、その前に、そうそう、あ、この2人が繋がってると、ちょっとバッチリくっついちゃったの。ヒグミン黒と言ってるから、ちょっとびっくりだけど、ヒグミンが、白出したら話は違ったんだけど、黒だから分かりやすくなったの。大浜ヒグミンペアしかなくて、谷荒井ペアしかなくて、僕は全部孤独な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 。本物の占い師だとすると、誠さんが絶対人間で、で他はもう全然わかんない。可能性があるのはまえちゃんとボタンジ君と僕の3人だけ。あ、ケルビンはそうか、そうか、そうですね。ケルビンは一応ありえるよ。あ、違うのね。オオカミがオオカミに暮らすことになるから、まああんまりないぐらい。うん、ただケイコさん結構信頼が取れてるから、この状態でオオカミがオオカミに暮らすと思えないから、うん、ヒグミンが死ぬ時ケルビンはオオカミではないと思う。そうですね。荒井さんは狂人の可能性ないのか。ケイブンさん狂人だったら、いや、ケイブンさん狂人はないない。だって、そしたら大浜さんの結果で、大浜さん死んじゃないの。大浜さんが死んでも、谷さんが死んであっても、だってここがもう狼でしょ。え、ちょっと待って、大浜さんの新目線はあるんじゃないですか。大浜さん新目線、これが狂人だと谷の2000。残り1分。ごめんなさい、原田さん、高田さんは襲撃先を知ってるんです。そこに黒を出してるんだから、狼はね、狼はそこに、襲撃先を知ってるんですよ。あ、でも違う、それ違う。違う。一応ケルビンが人狼で、荒井さんが狂人で、大浜さんが死んでる可能性もありますよね。ケルビンが人狼、荒井さん狂人、大浜さんが本物。じゃあケースはそのまま。あ、そうだ、なんで大さんわかるか。あるね。残り30秒。じゃあそう思うならケロをつって。どっちにしろ、大体オオカミか。今日は野良仲間になろうか、見るかな。まあ、さすがに娘にこれで味方したら、でも、タフク守るよ。味方の仕方が違うよね。自信をするなら分かるけど、そうそう、タフクが上手で、運命は荒井が狼。
強靭だとしたら、うん、新井さんが狼の可能性が一応ある。いや、シンがいない。大浜がシンさん。いや、青浜さん、シン。大浜さん、シン、ヒグミン、シンね。ああ。なんか、まあ、そこのちゃんとあんまり関係なくて、結局僕とこダメとマヤちゃんの中で一番お前っぽい人、うん、とケルビンが勝負ってなると思う、ね、多分。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。では、一人目の田原さん、こちらを味わいましょう。はい。ナイスキャッチ。そしてああ残念ということで田原さんがキャッチできなかったのでこれで有料放送に参加させていただきます。すいません皆さん台本かどうかわからないんですけれどもこれより有料放送に切り替えさせていただきますので通知が気になる方はぜひぜひスリアラチャンネルご入会いただきますと幸いでございます。それでは有料放送でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。確かにこれからも見てね続けて。はい、というわけでそれでは切り替えが完了したようですね。どうやらそれでは投票に移ってください。どうぞ。投票します。投票は狼の原さんにします。僕の内訳です。僕が本物ひぐみ狼、谷さん本物学者の狂人で、新井さんが狩人なんです。なるほどなるほどなるほどあるね。で、原さんと多分、まやちゃんかうっさ以上。なるほど。じゃあ、東京はね、じゃあ僕は騎士ではありません。僕もカミングアウトして、田原さんに投票します。ワンちゃんね、ワンちゃんケルビンさん騎士あるかもしれない。ワンちゃんね、ないね。はい、代表します。まあ、僕みたいなすごいクリアになっちゃったんで、もう僕があとはもうみんなの、ね、信頼を勝ち取って、あのちゃんと正しい方向に結びつけていければいいなと思います。じゃあ、お願いします。はい、いきます。そうですね、ケルビンさんが本物の場合はもうケルビンさんで終わりでしょう。で、清香さんが本物の場合は私とボタンさんと花澤さんの中の一郎を釣ればいいんでしょう。どっちにしてもなんか村勝ってそうじゃないって思ってます。で、花澤さんとボタンさんだったらやっぱりどっちもに入れてる花澤さんの方が怪しいかなと思います。私は清香さん本物が全然あると思うので花澤さん要チェック。はい、残り5票。花澤さん要チェック。とは言いましたが、おそらく僕最終的な展開はケルビンと新井さんになると思ってますね。ケルビンが人狼で本物の大浜さんに入れて、なんかちょっといまいち未だによく分かってない。田原さんに投票します。難しいね。最悪なケースっていうのをずっと考えてたんですけど、最悪なケースとしてあり得るのは新井と谷プラスアルファもう一人が人狼でタークは強靭のケースか。そうなるとまあそんなにまだ余裕があるわけではない。まあどの道今日は残り3票やりますか。そうですね、あんま最悪のケースもあんまり関係ないっちゃ関係ないんだけど、ケルビン狼かな、あんまり見えないんだよな、昨日のそのケイブンさんの占い理由って、それ理由にされるに決まってんだよね、ケルビン。意味ないんだよ、狂人だから。なんでそんなことを狼のケルビンがするのかなっていうのは腑に落ちないので、でね、一番僕怪しいと思ってるのがボタンジ君で、次がマヤちゃんだったからすげえわかんない。と思ってます。ミヨンの宝さんは違うと思ってたから残り2票感謝します。投票は宝さんにします。もう心身吸っちゃったのでこれ以降出る情報っていうのは、僕はもう更新されないんですよ。現状ある情報だけでラストウルフを当てなければいけなくて、そのためにすることってやっぱり初日投票を洗ったりだとか2日目投票を見たりだとか、初日に、ヒグミンが処刑されることはおそらく、推測がついていた。ボタが何票目に投票したかは覚えてないけれども、ただ、昨日の谷さんってまあまあ釣られると思うんですよ。なので、タリさんに入れたゴタって僕とても、この3人の中では人間らしいと一番思っているっていうことぐらいしかまだわ、からないので、おそらく僕最終日まで生き残るので、頑張って推理したいと思います。あーてかもうこれね、シーンを信じてあげながら僕のせいなんでごめんなさい。本当にひぐみとふかくさんごめんね。最後の1票です。はい、多分明日にはいないでしょう。
そうですね、ただ僕もやしでグッジョブ出たとはいえ、あ、結論はパークに入れるんですけど、ミオンヌルが襲われてるってところからして白のところに狼がいるんじゃないかなっていうふうには考えてはいますが、もし明日生きてたら僕はケルビンさんを疑っちゃうかな今の状況だと。うん、でも別に決め打ってるわけじゃないです。ちゃんと話を聞いて生きてたら、あの話を聞いてそれで芯がつけたいなと思います。というわけで本日ゲームから追放されるのは田原さんでした。カメラに向かって言う言い方ができます。僕ははっきり言って誰とも繋がってないですよね。誰とも繋がってないって言ったら村人陣営でも狼陣営でもないんですよ。要は僕の味方はどこですか。僕は狐です。というわけで、田原さんが天国ルームに行きました。ところで恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。キツネが、そんなことある？キツネが来ました。キツネ CEO、はい、今キツネカミングアウトがありました。田原先生です。はい、お疲れ様です。審査員の3人は、はい、あの控え室の方で今ね審査してます。はい、審査をいただいております。はい、なのでここからは天国を いつものスリアドメンバーで天国をお送りしていきたいと思うんですけど、まさかキツネがこの村に来たね。しかも歯が欠けたキツネ。ね、歯大丈夫ですか。今のところついてます。今ついてますね。大丈夫です。面白すぎるよそれ。刺し歯だ。そう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 、あのカリバ、カリバ、カリバね、カリバね、持ちすぎじゃないいろいろ。ていうかボスまだ治んない。そうなんよね、引っ張っててね。ボス長いですね。あの僕らの今日出なかったのは補欠なんですよ、僕はね。え？補欠？いや、例えば誠君とか、はい、ケルビンとかが選ばれて、あ、日本分に卓球で2本分。なるほど。急遽決まる、あれ前日決まるんよ。あ、ちなみに、ちなみにあの竹中は今日選ばれたら日本オープンは本戦からなんだけど日本オープン出ないって言ってた。あ、まあ、そういう人がいると僕の補欠は関係ないんですけど。え、それってなんかでも義務付けられてるんだよな。参加費はもう義務で払わ、はい、払ってて、一応参加義務はあるけど、まあ事情がある人は出なくてもいいよって感じで。僕誠くんの代わりに出るよ。だいぶ違う代わりだね。日本オープンの方、日本オープン、日本オープン大打ちで、いろいろ代打が多いな。ちなみに僕は本当に日本オープンで大会、うち主催の大会なんですけど、あの運営の人が、あのすごい大掛かりな大会なんで運営の人が足りないので、うん、僕はもう毎回選手としてじゃなくて運営として参加してるんで、うんうん、だからなんか別にアルティメット選ばれたら全然決勝の日はお休みでも大丈夫みたいな。じゃあその日は運営しなくても大丈夫。そうそうそう、あの決勝の日だから運営の人はもう一人とかでいいから。そう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 、ちょっとひぐみんともやしちゃんともうめっちゃ期待してたら困ると釣り紙、もう2戦目でもね、初戦釣り紙でも、はい、いけるって2戦目が、ね、あるからね。あの1戦目初日に噛んだら2戦目は噛めないだろうなって思いながらやるからね。いやいや、それは あんまりよ。分かんないけど確かに頑張ろうって思います。あの、ね、僕補欠って適当に言ってるんで、あの本物なのか知りません。はい、そうそうそう。田原さん面白すぎました。いやマジ天才だったね。天才だったね。いろいろ持ってるよね、うん、無理だと思って。持ってもう負けたわと思った。どういうこと。本当に無理だわ。なんでそんなことないですよ。田原先生ね、赤い狐のタハクですね、うん、赤い狐が登録されちゃった。本当だ。市場にあ、なんか登録された。赤くないんですけどね。市場に赤い狐が登録されたそろそろだって。頑張れ。まあ、田原さんよね。おはようございます。おはようございます。原さんが人狼に襲撃されていました。天国ルームでごゆっくり。それでは残された村人は話し合いになります。話し合いの時間本日6分で始めてください。おはようございます。お願いします。一世のせ谷が人間でした。ケルって初日誰に何票目ぐらい入れた。キズミンに最終票ね。まあ、ね、関係ない。まあ、これでもう僕目さん完全に確定しました。一応まあそうなんだけど、原さんが騎士って言って、じゃあ僕も黒出されてんのにぼーっと見てたってことになるよね、ラストルールでね、それを。うん、あ、そうそう、いや、それはそうか。そうそう。で、それもしかも、投票の時にちょっと思ってた。
なんか現場から持ってて、まあ、それを言ったのはなんかちょっと村っぽくはなった。しかも谷さんが悠々と、まあ、フラッと特に驚きもせず人狼を出したことというのもちょっと偽物だったなと。驚きもせず今ってこと、うん、だって今はそりゃそうでしょ。だって俺から見たらひぐみ、オオカミで大浜さんが狂人って分かってるの。あ、そっか。それは谷目線の、谷目線の、どう考えたかって。あ、そっか、そっか、そっか、別に驚かない。あ、ごめん、ごめん、俺の見落とした。当然すぎて、あの、僕もクリア。実は、あの、昨日なんか完全に繋がってるって言ったけど、多分僕目線でガクちゃん真の谷人狼ってのがあるんだよ、僕。あ、なるほど。そう、で、一応それをケアして谷になって人間だったんで、完全に確定しました。谷人狼の方がないよねっていう。ケルミンさん、さっき投票確認したんでしたっけ。私、聞いてなかった。まあ、最後、無好評だ。一番最後の評価が出たから、もう決まってたから。うん。なので、あれでしょ、あの、清香さんが本物だった場合の狼を考えればいいってことですよね。最悪のケースを言うならば、そうだね、樋口、大浜が新コンビの場合に、今度は荒井谷が人狼で、もう一人の人狼があった場合に、今日間違えてケルビンが村人でっつっちゃったら負けっていう可能性があるっていう。で、その1日目の投票で、あ、すいません、ちょっとだけいいですか。1日目の投票で、清香さんに、五反田さんが決定票入れてるんですよね。それぐらいじゃん。いや、俺、あの、決定票は俺、ただ強めの票入れるねって言ってことは入れてる。いや、ほぼ5段で決定票だよ。まあまあまあ、まあ、あのターク持ってたから、1票差し、しなきゃだから、あれだけど。田原さんも、田原さんからも全員俺に入れたら、俺とひぐみになるけどね。まあまあ、一応。うん。まあ、僕はだからその、新井さんが繋いだいの確定してからひぐみに票入れてるっていうところで、まあ、最初から繋がってたっていうふうに見られても仕方ないとは今思ってるけど、うん、ちょうど新人で残っててよかったな。誠くんの投票って誰だね。ひぐみん、ひぐちお、ひぐちお、疑いたくなったんだけど、ちょっと調べる。そうそう、誠さんだけは隠しろ、誠さんの面談は隠しろなの。あ、絶対狼の話じゃなくて、信仰の話をしちゃって。ひぐみの話は、あ、だからひぐちが白を打ってる、母が偽物で洗いを出す。誰が占いしても人間ですね。そうそう、絶対。で、今日の釣り先が、まあ、3パターンとか大きくて2パターンだと思うの。ケイブンさん、タリさん、どちらがオツがケルビンするかだと思うの。で、残り3分。このどちらかが偽物だった時、ローローコンビの可能性はゼロだよね、多分。ほぼないな。ほぼないよね。誰と誰？タニさんとケイブンさんがケルビン目線。ケルビン目線の時。なぜないの？ある。ローロー、シン、キョウ。あるか。あるのか、そっか。花尾さんはそれもちょっと珍しいな。いや、だから、例えば片っぽを偽物だと分かっていながらし続ける信仰があるかなと思ったの。ごめんね、だって4人の時に RPP 状態だから、別に狂人だったら残していいの。だから確実に狼の偽物を釣る、もしくはケルビンを釣る、だと思うの。うん、はい、あ、でもそうか、仕事終わってるっていう意味では両方とも一緒なんですね。そうそう、でも偽物だった時に狂人じゃない方を釣りたいの。絶対狼の方を釣りたいよね。荒井さん狂人はありえそうだけどな。あの襲撃先を見て大浜さんが人狼で、あ、人狼であるか関係ねえか、ごめんなさい。まあ早くもシナリオで進んでいることを村人たちには認識してほしくて、この2人を必ず釣らないと最終日まで行けずに、石井さん、マガさん、小玉さんにがっかりされますよと言っておきますよ。そんなことは上手くない。対抗どっちにするかで、そこがぶれちゃうと村もそっちの入れたけどこっちの入れなかったとか絶対あるから、集めるなら自分の対抗どっちにしたいですか。まあそれもそうです。ケル目線のラストウルフ位置をちゃんと言った方がいいんじゃないか。どうせ、うん、まあ、あの俺とか改めて多分この3人にければどうせ日数を重ねてそれはやるから、まあ、どっちかだけは選んでくれ今。うん、ケルどっちか選びな。どっちか選びな。荒井さんで、あ、僕ね、僕もそれだったら3度できる。うん、あの初日の襲撃で荒井さん行かれる可能性もあったと思うのね。大浜さんが死んで、荒井さんが狂人だとしたら襲撃が、おやじちゃんだったじゃない、島さんだったのは、荒井さんが真をかなり強く取っていて、っていうことからかなって思ったりはしてる。何に偽物だったら狂人で潜伏する。いや、まあ、タリさんはほぼほぼ狼だと思うよ。どちらが狼だと言われれば僕は残り1分思うけれども、村人目線は荒井さんの方が釣りやすいよねと思うから。いや、一緒、全く一緒。いい、タリが狂人だったとしたら、占いに2人出てることが、狼が2人出てることが分かってるわけだわ。で、そのまま占いから行こうっていう話になったら、やべえ、ご主人様釣られちゃうっていうんで、まず出てくるでしょ、狂人だったら。だから谷に偽物があるとすれば、ま、ほぼ間違いなく狼だと思う。
初日に3人の占いから行こうっていう会話が残り30秒一人暮らしだからないからね。まあそうだね、金曜ローだから思い出してほしくないもんね、うん、あれで指をくまでヒムにつらんの見てたってことだもんね、今日のそうない、絶対いない、うん、しかも2分1でっていうか3分の2ご主人のところを決定票で決めるらしい。しかも新郎郎で新が連れてるのにわざわざのこのこ出てきてんだよね。それさすがにないよね。ない新連れたらほっとけばいい。ああでもそう、うん、いやほっといていいレベルだと思う。え、谷さんはあのタイミング狼で出てきたの？だから、ね、偽物だったら狼だっていう選手で僕は新だから別にそこはもう村上君の皆さんが精査してくださいとしか言えない。もう明日決めてくれよ、これ死ぬから話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。はい、うん、まあとりあえずまあつながってるからまあどちらも等しく人外なんですけど、うん、まあ狼率が高いのはどちらかといえばやはり谷さんだと思うので、ね、ごめんなさい、谷さんに変えます。え、谷さんに投票します。はい、投票します。まあ今日ケルビンが投票対象を僕にしたんで今日僕を連れることになるでしょう。ただ僕は本当に真なんでケルビンが今狼だって言いましたが、狼で本当にじゃあ霊媒で1日目潜伏して2日目で出てきたのって言うと、僕本当に真だからそれをやったっていうのを本当に考えてほしくて、新井さんが初日真を取っていたところをあえてかばって僕は偽物、大浜さん偽物を分かっていながらすり寄るような感じにわざとしたっていうことになりますね。偽物だったらそういうのをちゃんと明日以降推理をよろしくお願いします。ちょっとちゃんと喋ります。はい、投票はケルビンにします。まあ村人はすごく、まあ安全策を取りたくなる気持ちは分かりますが、でもみんな結構僕を信じてくれてると思っています。なんでケルビンに入れて、スパッと決めていただきたいと思っております。はい、残り5票。間違えても見ちゃうケルビンさん行っちゃうこれね、でもね、私ケルビンさんのことはぶっちゃけあんまり信じてないんだけど、タリさんを信じてるから入れる。かわいいね。うわむずいね。いや私いやケイブンさんから白って人間って見てもらっているけれども、ケイブンさんはいや偽物でもありえるかなとも思っております。いや信じたいけどな。でもやっぱり谷さんがあそこのタイミングで偽物で出てくるのかなって思っちゃうけれども、任せた方がいい、他の人に。好きにしてくれ。くわー、ケーブンさんは偽物だと思うけど、いや、わかんないよね。そろそろ投票、いや、決めちゃおう。残り3票。はい、谷さんに入れます。狼が言ってたまえちゃうかな、ケルビンじゃないとすればって今思いました。って感じでボロも出ると思うんですよ。今一番黒くなったのはまえちゃんかな。ケーブンさん真実ねんのにケルビンに入れたら普通に負けだよ。そんなことありえる、信じられないからタミさんに入れるんじゃないのかな。僕はマエちゃんを操れてケルビンが釣れないです。残り2票。ビヨンヌはこうやって残りの1匹の人狼を見つけ出しましたということで、っていうストーリーもあるかなと思います。タミさんにお願いします。うお、マジか。そうだな、難しいな、難しいけど、そうだな、ぶっちゃけ言って俺はあんまり樋口を本物だと思っていない。で、タハックの狂人がほぼないと思っている。タハックが狂人だったらすぐ出るからね。まあ伸ばしても変わらんか。俺の結論はごめん、変わらなかった。そしてね、残りの村候補のね、3人全員うさんくせんだわ。だからね、どのみちケルビンが村で生き残っても俺この村救われないと思うから今決める、ごめん。
というわけで本日追放されるのはケルビンさんでした。カメラに向かって遺言ができます。ああ申し訳ないですね。もっと谷さん、言うべきだったのは谷さんがいかに真の霊媒師でないかということを言えれば、村人に、僕が人間であることが伝わったかもしれない、できれば決選投票にしてそれを言わせてほしかった、変わらないかもしれないが変わるかもしれない、変わらなかったらそれで殺してもらっても構わないから、せめて決選投票にはしてほしかった、申し訳ない、それは僕が村人アピールが足りなかったということなんでしょう。せっかく新井さんが、ね、僕に苦労出して、僕がそれを跳ねのけて、人間勝ち取れたら多分アルティメットに出させてもらえるかもしれないっていう粋な計らいを多分ね、新井さんが、ね、考えてくれたかもしれないんだけど、ね、ごめんね、なんかもういいやつよ。ありがとうございます。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。はい、大学連盟ようこそ。ようこそケルビンが、ケルビンが来ます。ケルビンお疲れ、お疲れ様です。お疲れ様、おつびん、おつびん、おつびんっていいっすね。あ、ケルビンの席ですけれども、はい、おつびんです。はい、おつびん、はぁ、釣られちゃいましたね。釣られた。なんかね、釣られちゃってここ来るとまあ一回リラックスじゃないけどね、なんかホッとするね。ね、ちょっと力んじゃうからね。天国だ。天国だぞ。ありがとう。ありがとう。めっちゃ落ち込んじゃうやん。もうちょっとね、もう一日ね、なんかなんだろう、うんうん、あんまり喋らなかったからさっき、もうちょっと喋ればよかったなと思って、それこだけちょっと後悔してますかね。うん、そのぐらいですね。ケル緊張してたって言われてますけど。緊張はあんまり、なんかいつも通りやるだけかなと思って、多分僕はあの村の中で一番緊張してない人だと。みんなそれ言うけど、みんな緊張してるよ。あ、そう。っていうか、だって分かんない、あのこの進行あんまり普段通りじゃなくない？じゃない、普段じゃない。確かに確かに普段の進行じゃないね。なんかみんな多分普段通りじゃないなっていうのを思った、はい、自分の評価は自分ではできないから分かんないけど、客観的に見てみんな大体緊張してるなっていうのは。そうですね、ガチガチだった、ガチガチだった。いや、どうだろう、ケルビンは比較的緊張してない組だったように俺は見えたけど、ガチガチではなかったけど、普段通りってわけではなかったかな。うん、なんか楽しもうみたいなことを言ってたかなとか、あんまり緊張してないのかなって、新井さんとのテンションのギャップあってそれは感じた。意外に、意外に実はね、ケイブンさんが緊張してるのかもしれないね、あれで。そう、うん、なんか結構、うん、なんかあれだったなんかでもさ、私さ結構声優だから公開オーディションとかあるんですよ、はいはいはい、あのカメラ映りながらやったりとかするから、はいはいはい、そんなこう公開オーディション的な場にそんなに緊張しないタイプなんだけど、それでもなんかみんなが緊張してたからちょっと、あ、伝わるよね、わかる。いや俺絶対今日自己紹介で普段通りどうこうどうこうっていう人は緊張してるなって思ったから、うんうんうん、だから新井さん緊張してないなって逆にあんだけ全面に自分を自分をって言ってるから、確かにすごいね、新井さん一番緊張してねえだろうなこれ、ね、でもまあこういう回もいいですよね、なんか楽しそうだったね、ケイブンさんは。そう、しかもね、ケイブンはなんなら裏ではいつも通りやるって言ってたのに、うんうん、あえてあの場でやってるのは素晴らしいなと思った。ちょっとネタバレしたらケイブンさん恥ずかしいからやめたくない。みんな知ってるから大丈夫、みんな知ってる。ケイブン投げでした新井さんはね。これ後で新井さん天国ルーム見た時やめろよ恥ずかしいでもね、ケイブンさんはね、自分の話題されてるとね、後でありがとうって言ってくれるから美味しい、結構恥ずかしがり屋だよね、新井さんね、本当いい人、意外とヘリアだから意外とマジ大好きだわ、ケイブンさんめっちゃいい人。原さん緊張感あったかもね、確かに。なんか、ね、オーディションっていうよりもみんなでやるゲームを崩したくないなっていう方のなんか使命感の方がちょっと強かったかな。なんか崩したくない気持ちが前面に出してる。なんかでもレギュラーゲストの人たち多分そういうこと気にしてくださってるんだろうなっていうのが結構伝わってくるよね、やっぱね、3人は。でもね、一回タハックのね、なんか歯からのミサイルでね歯ミサイルでね、だいぶ本当ありがとうございます。あれですか、あれ美味しいよね。最初さ、隣で見てた時にさ、なんか口の様子がおかしいなとは思ってたの、隣で見てて最初ガムが出てきたのかな。ガムなんて噛まないよな、なんかもごもごしてんなと思って、なんだろうと思ったら、ボソッと歯取れたってやべえだ。チャンネル入りありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、すごいね。ね、
ハサイルね。ガチで取れてて笑って、ね、なんかネタかなと思って、なんか仕込んできたのかなと思ったら本当に取れてて、え、差し歯が取れたとかって言って。あんまそういう仕込みするタイプじゃないもんね。じゃあ田原さんあれですね、アルティメットオープニングだけ出させてもらおう。どういうことだ。出落ち用意です。歯だけ飛ばして帰ってくるみたいな。バーンっ って。どうします。今後のシリアルのオープニングで歯のところ。ありがとうございます。あ、じゃあ明日が来るよ。頑張って。頑張って。おはようございます。おはようございます。城田さんが人狼に襲撃されてしまいました。なんということだ。さあ、それでは残された村人は6人、話し合いは5分で始まります。おはようございます。つまり続いているということは、ケブン、僕が人狼でした。自分じゃなくてセルフ占いで人狼と出ました。僕もね、自分占って人狼と出ました。あれってか、ここ二人とも人外でしょ。普通に谷さん結果が黒黒で出てるから、ね、じゃあね、まいちゃんに教えるね。我々が真だったらもう終わってる、ね、うん、そう、だからここが二人で、うん、そうなんだけど、で、清川さんが本物だったってことでしょ。まあ、多分ね、それを追うのって多分今日じゃないんだよね。え、今日じゃないの。え、なんで今だと思うんですけど。今日は、村目線は狂人を釣らないと負けなんですよ。あ、じゃあ人狼を釣らないと負けなんですよ。要するに、狼を選んで勝つ、じゃんけんに勝つのを2回繰り返さなきゃいけないんですよ、我々は。この竹中誠が。だから、ちょっとこれはね、今日は、我々この4人の人間候補の皆さん、この狼と狂人の組み合わせだと思います。まあ、僕とタリウス君は多分狼と狂人の組み合わせだろうね。まあそうだろうね。だから、狼の方に寄せないと、まずいんじゃないの。どっちが狼かね。それいやー、まあ、そうか、いやいや、俺が残す。今日狂人を釣ってしまうとダメなんだよね。負けになってしまうんですよね。絶対当ててやっからな。勝ってやっからな、ここから。まさかない。何回 CEO したの。破綻しました。マジか。うん。いや、二人とも人外事業してるけど、谷さん、あのタイミングで、まあ、僕目線、新井さんが真なので、新井さん目線のケルを釣った瞬間に終わらないってことは、僕は人外事業。ああ、そうだよね。そうそうそう、僕は谷だけ真の可能性を追ったけど、ないです。ひぐみ黒出してるからね。ひぐみ白。まあ、じゃあ、谷ちゃん兄を騙せただけいいっすよ、僕は。残り3分。そんな出方じゃなくて、僕は谷さんでよかったと思うんだよね。ケイ君さんが狂人で、じゃあ谷さんいきます。いや、ロローの選挙もありえるけど、多分それは追えない。全部ちょっとコメントが多いんであれですけど、本日はスリアロルールなので、視聴者投票になります。どうするの場合。視聴者投票か。視聴者投票。あ、なんだ。どうするの場合。そっか。じゃあ、RPB できないじゃん。じゃあ、今日間違えなかったら勝てるよ、全然。あ、だある。てか、まいちゃんでしょ。いや、わかんない、もう豚肉かもしんねえんだけど。ていうか、言っときますけど、私、ラストウルフ、花澤さんと豚肉さんが、まやちゃん、わしを。私に、塗ってこようとしてるって思ってます。いや、間違いない。一応全員が人間だとするならば、役職に3匹の人狼が出て、狂人が潜伏していて死んでいるっていうか、まあ死んでいるかまだ生きてて何もしない。それならどっちを釣ってもいいってなりますけど、でもそんな簡単にいかない気がする。それで要は霊媒師を狙った襲撃っていう可能性がやっぱりあるんじゃないか。あ、よしこさん、大浜学が、まあ、狂人とかで、僕ね、もやしが噛まれた理由はそうじゃなかったんだよ。大浜さんが死んだから。じゃあなんでかっていうと、親父が初日に疑ってたのが五反田君なんだよ。それはずっと思ってたの、2日目ぐらいから。まあ、いや、それは自分も疑ってたからってことでしょ。で、そう、同じこと、僕と同じツッコミを親父がしてたのね。だからそれを五反田君が感じて、感度はちょっとあるなと思ってたのが、ちょっと2日目以降思ってたんだけど、でも昨日の舞ちゃんの投票が黒すぎるんで、今のところ舞ちゃんの方だと思ってるけど、でも今日はそれじゃない、こっちだ。おーいや、ちょっと待って、ロローだと全露呈してるから、まあ2位は心ロローないと思う。本当に人間と思うんだったらね、人間だと思うんだったら、その可能性はゼロではないよ。い
いやーこれどうしよう。いやでしかも全狼であれば全員が狼であれば選べる。残り1分まこさんさ、今日の投票順とか決めない？いいね、今日の投票順とりあえずお前が最初に入れろよ。どこに入れる？いやどうせ真子さんに入れるでしょ。そこはいいんだ、うん、別にこの2人ってどうでもよくてこの3人の投票順を決めてほしくて、まあ真子さんが決めればいいんじゃないですか。こっちの順マヤ、コタ、花さん。でこれさ、ひょっとすると何これ、谷慶文のジャッジをまた俺が下すみたいな黄金パターン。残り30秒。やだそうならないか。やだ。は固めなきゃダメだよ。だから残りじゃダメなんだ。1票目でそう、1票目にどこかジャッジしてよ。あ俺が1票目にジャッジしてもらついていかないといけないから。で、あとね、もう誠さん最後じゃない。最初、最初なんだ。あの、まやちゃん、ここはね、誠最初だよ。最初村目線で、俺村目線で村の心配だもんね。村の心配人狼しようも、さすがに本物の人狼ならやんないと思うし、やっぱ神が狂人だったらあのタイミングで出てくる必要がないと思う。絶対にご主人様守ると思うんだわな。なんで谷じゃあ行きます。いやどっちも人狼だったらいいのにとも思うけれども、それはちょっと安易的すぎるかなと思うので、うん、いやあのタイミングで人狼でやるんだね、なるほどって思いながら誠さんに続く。一番最後に花井さんが入れるわけだね。ああそうだね。ああそうか。まあでもしょうがないね、その時は。いやそれでも全然わかんないのが面白いね、今日は。残り3票。うん、まあまあ今日はこれは谷さんが釣れるんでしょう。 RPP ですが RPP しか釣れなかったということで、まあ、ここはすでに間違ってたらもう負けなんですけど、その時は誠さんに全責任をねちねって言ってやればいいと思います。あどっちが狼なんだろう、マジわかんない。怪しいよ。し一昨日から怪しいな、まいちゃん。よし序盤は豚肉くん。よし投票しよう。花さんはね、自分の狼だと思う予想を言って当たってた方がかっこよかったと思うなね。このどっちか釣ればいいんでしょう。これ新井さんに入れて。おい俺かよ。最後の一票です。じゃあ俺は白で見てるまやちゃんに入れようかな。うん、まやちゃん人間だったからね。うん、というわけで本日ゲームから追放されるのは谷さんでした。カメラに向かって言います。はい、まあトヨピーのミスによってこういう風に僕はね偽っていう風になってしまいました。心霊馬師としてちゃんと仕事したつもりなんですけど、ここで釣られてしまってしまって非常に残念です。残念だよ。残念です。でも霊馬師としてここまで残れたからよかったよ。またね。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。はい、天国ルームです。はい、谷さん。はい、原さん座ったの。あ、本当ですか。原さん座ったの。じゃあ、はい、お疲れ様です。破綻させられちゃいました。え、めっちゃさっき天国さんと谷さん仲良かったやん。はい、うん、仲間感出てた。仲間が、ね、もう仲間3日目ぐらいから仲間だった。仲間うん、ずっと仲間だった。トゥーピーなんか間違ったかな。怒られるよ。あ、そういうくだりダメだよ。テヘペラじゃない。まあ、うん、ね、まあ多分見てる皆さんは僕の打ち上げ多分分かっちゃったんでしょうね、これね、きっとね。まあけど、うん、ちょっと分かんないかも。視聴者投票の可能性もあるかもしれないんで。3人。今4人から1人処刑した。まあ分かってないんだったら何も喋りません。そうですね。6人から1人処刑した状態なので、だよね。そうそうそう。なので、まだ全然ロールが残ってても終わらないですね。噛んで髪が通ったらおしまいっていう感じだよね。谷さん、狼2人が残ってたら、まあ大体終わりですね。朝起きたら終わっちゃう。朝起きたら終わり。だけど今日今夜は来るよってだけ。うん。谷さんが、もし人狼だった場合はまだ明日が来ますよ。ただ僕が狂人だった場合は、ね、もう騎士が死んでいるので確実に誰か噛まれるので、うん、明日二人狼残って終わりになっちゃう。
もしかしたら騎士じゃないかもよ。じゃあ何者裏方になしですか。下の結果次第って感じなんですけどね。そう、あ、キツネね。あ、キツネだ。思ったんですけど、2人目のキツネだ。なんか、冬ですけど、日焼けした人多くないですか。えまずケルビンでしょ。いつもだよ。で、鼻うさでいつもだよ。で、ご誕生さん。いつもだよ。あいつみんな黒いんだよ、最初から。最初からですよ。あとボスね。ボスは体調が悪くてなんかボスはマジで野球して野球とかやってるからガチ日焼け。あれはアクティブ焼け、アクティブ焼けだよ、ね、そう、なんか日焼けしたなって毎回思うのね。違うのね、普段から。タニさん、もしアルティメットに呼ばれた時はこの子も連れていくんですか。今日すらね、これつけようか迷ったんですよ。あ、もうテープで止めちゃえばいいんだね。あ、まあまあそうですね、最近定着しちゃうよね、これ、ね、そうですね、あれ右手でも、兄ってアルティメット入れた時被ってました。被ってたかな。じゃあもう、うん、兄はもし出させていただけないらこれでいいかな、岡山にゲスト行った時にあの帽子を持っていかなかったらもうみんなから大ブーイング。お前バカか。お前の存在価値の8割がそこにあるんだよ。何それ、こっちが本体ですみたいなね。すごいですね。でもさ、羊の方を被ることはないの。ずっと狼の方を被り続けるの。基本そうですね。前さ、2連重ねの時あったね。 ありましたね、たまにマジックテープで止めてんですか、ここのバリバリっていうか。何もバリバリしてないです。乗っかってるだけです。水着はちょっと出せない部分が無理だね。無理だね。ダイエット部に出ましょう。俺は水着だな。止めてないのすごくないですか。ね、私止めてんのかと思ってたんだけど、普通に落ちるんですよこれ。すごくない？ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。落ちるんだね。あ、まあ着き始めたからね。嬉しいね。ありがとうございます。ね、この平日の夜からね。はい、そう、ありがとうございます。そうだ、今日月曜だよ。あ、なんと夜が明けるそうです。さあ、どうなることやら。はい。おはようございます。竹中さんが人狼に襲撃されていました。天国ルームで村の行く末を見守ってください。さあ、それでは残された皆さんに話し合いの時間がやってきます。時間は4分でスタートしてください。はい、おはようございます。あ、小玉さんが人狼でした。小玉さんが人狼でした。そうね、ちょっと遠くかな。はい、はい、多分ケーブンさんはもうあとは黙ってるだけですよね。まあ、僕はね、ジャッジメント。ジャッジメント。え、何を悩む。いや、どっちが狼だよ。何を悩むの他に。私ね、これ勝てんだよ、まあ、全然自分が人間だっていうことは分かっていて、で、プラス清香さんが占い師だったでしょ、本物の。あ、え、五田さん交換か。あ、いや、絶対ない。で、そうなった時に、今、そう、でね、もし私が狼だったら、清香さんに集まっているのであれば、そこに別に一緒に入れればいいんですよ。そう、でも私は、それをしなかったのね、なんか気持ち悪かったから。気持ち悪かった、うん、結構いや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 、違うよ。いや、そんなことないよ。だってね、だっておかしくなかった。だって、明らかに、うん、そう、いやだって3番目で出てきた。前って何番目にケイコさんが入れた。キヨカさんに8票目、これは嘘ですかね、8票目、うん、6-1 の時。なるほど。田原さん1票、そうで、ケイミン6票の時に僕に入れたんだ。いないよね、いない。一応今言ってるのって、まやちゃんの教授みたいな話で、あやさんが人狼みたいな話。いや、その話は全く全員人狼が露出していたってことだよね。え、僕はケイブンさんは狂人だと思っているから、二人の中の狼探してるんだけど。私もケイブンさんが狂人だと思うから。どういうこと、またこの辺そんなピンときてないの。なんで。え、何する気だったの今日。いや、ここ選んでんだ。え、選んでるよ。え、ケイブンさん選んでる。全然ケイブンを釣ってないよ、俺は、うん、ケイブン投票してない。うん、分かってるよ。その投票から見たらマイちゃんは黒いよ。でしょ。うん、分かるよ。え、分かるよ。なんだよ、それで俺隠しろみたいな顔してんの。ちょっと、はい、疑ってるよ、疑ってる。私は、いや、てかね、その最終的に狼ってつまり潜伏するでしょ。で、だから私はケルビンさんに入れてない人とかで言うと、ご存知さんが怪しくなるんですよ。ケルビンに、ケルビンに、ね、ケルビンに入れた人、ケルビンさんに入れた人は誰。そう、私、そう、だってね、私がね、もしね、ラストウルフだったら、あそこであんな目立つことします。だって、うん、もう自分で露呈しに行ってんじゃん。うんうんうん、しないでしょ。ギャンブル受ける抽選はあるよね、勝ってる可能性があるんだ、うん、で、しかも、白紙の決めてる以上、宮部がね、
別に見るの全てるわけじゃなくて、その選択は別に全然ありだから、それに乗っかりましたはあり、しかも後ろに投票残ってるし竹中誠がもう一回選択するだけだから、その抽選を受けに行くことは別に間違いではない狼としてね、うん、そうだったごめん、小田君は誰狼だと思ってるの結局、一応全露出の可能性まだあると思ってるんだけどじゃあケイブさんに言うケイブさん、まあ入れるはしないかな、だって山井ちゃんの方が怪しいんでしょ、まあ、小田君は誰だと思ってるのかどうか、いやどっちもあり得るわそんなもん、え、僕はないのないんじゃないのないのえ、だってケルビンにあ、そうか、え、いやなんでやめてよ、残り1分だよね、誰が狼か分かんないから、マジやめて、マジちょっと待って、ケイブさんはそうじゃないよね、いやでもね、両方怪しいんだって、本当に何なの、マジで誰が怪しいの言って、だから私は小谷さんが怪しく見えてしまった、あの、どっちか本当にどっちだろうと思って、だってね、迷ってる気持ち面白いな、私がね、だってあのケルビンさんに入れる行動ってめっちゃ目立つでしょ、狼するこれめっちゃ目立つよね、私しかも初日だってね、清香さんに票が集まってる流れをぶっ先に行ったんだよ、めっちゃ浴びってる、めっちゃ浴びってる、狂人にめっちゃ浴びってるめっちゃ浴びってるけど、いや、狂人にめっちゃ浴びちゃダメなんだよ、これ狂人だから、ね、狂人なんかいけないんだけど、え、どういうこと、もう何これ、ご短時間じゃね、人狼、え、ちょっと私どうすればいい、ごたかな、人狼はやっぱりこれ、ただかな、ご短時間じゃね、ちょっと探さしに、探さこれ、だってさ、探してねえもん、何これえ、つまり、あ、え、ちょっと待って、こう入んの、こう入るってこと、今日がこれさ、あ、先に優勝したら調子しやべぇ、え、僕らびっくりと怒らないから、ケイブさん入れてよね、え、そんなのあるの、僕が決めるんじゃない、話し合いはそれまでです、話し合いそれまでです、そちらに、では、投票の時間に移ります、4票です、どうぞ、これ全くみんな動かなかったらどうするの、全くみんな動かなかったら全員クビです、わかりました、いいと思う、そうだね、そうだね、じゃあ行くよ、いやーちょっと待って、じゃあ行くか、あーもう行くわ、いやーやべえ私、あそっか間違えたのかな、え、でもね、いやボタンさんが狼だと思うけれども、私にケイブンさんとボタンさんの票が入るってことだよね、多分ね、やべえなーこれー、よし、いや、一番面白いプラン、花うさは人間だとしよう、そして僕が花うさに投票をする、ダメだ、そしたら花うささんがマッチマイちゃんに入れて、選べばって思ったけど、そんなことを花うさが人狼でするわけないから花うさに投票が入っちゃうね、ちょっと面白いけどね、うん、そうだね、やろうとしたことは失敗した、申し訳ない、まあ、普通にマイちゃんに投票します、あの、要はケルビン釣りってだいぶ助かるからね、残り2票。入れますね。いやー、尺取るなこいつ。決めとけよ。推理だとボタン軸です。いやーでもどうしようかな。いやすげえ迷ってて、ケンさん入れちゃおうかなってちょっと思ったの。なっちゃうんですよ、この今日のこの日に視聴者の皆さんに選んでもらうの普段ならいいんです、これケイブンさん選んだかもしれんじゃねえみたいなところがちょっと僕の中でくすぐってるんだけど、でもねゲーム歪めない方がいいよね、うん、そうだね、僕が狼だと思ってるしまいます、お断りになります、うん、まやちゃんの一生懸命さが人間だと思いました、あの投票だけだった、黒いのは確かに隠しの2人入れたから、小丹治君はずっと推理があんまり伸びてるように見えなかったです、1日目2日目、東方さんに来いって言ったのも、なので小丹治君がそうだと思いました、なんだよ僕に入れなさいよ、あなたすげえ来ると思ったのに、ね、これ視聴者となっちゃうのかな、僕はね決めちゃう、ゴタの方が人狼じゃないかと思ってたんですよなので、これはね、本当にごめん、まあ、これ、アルティメットだったらもう勝ってるんだけどね、ごめんね、釣り出しになるからね、まあ、だけども、ここはスリアロ村です、yes. そして、僕はやはり、ご感じが、ああ、人狼だと思ってことは、必要な投票で負けちゃう、ちゃんと喋れてない、参った、参ったけど、俺頑張った、まやちゃん。おお
以上決選投票になりますが、決選投票行く前に弁明がございます。順番決まってません、お二人どちらが行きましょうか。はい、皆さん、視聴者の皆さん、よく考えてみてください。初日に、清香さんが、あんなに票がねポンポンポンと入っていっている中、私がもし狼であれば、それにもう適当に言って、さすがにあまりにも信じられませんって言って入れればよかったんですよ。それを私はその流れがちょっとおかしく見えて、ケイブンさんに入れたんですよね。そうで、田原さんに入れなかった理由は、田原さんはなんか行きたさっていうか、行きたいっていう感じがそんなに見えなかったので、強靭かなと思いました。あってね、最初にも言いましたが、狼と人間がこの二人のどっちかだと思いますって言って、ケルビンさんに投票しました。で、なおかつ、ケルビンさんに入れた時、ケルビンさんに入れた時ですが、私がね、もし狼であればラスウルフってことですよね。私がケルビンさんに入れる行動ってとっても目立つ行動だと思います。結局だってケルビンさんに、タニさんがね、人間じゃなくて人外になっていれば、最終的にもうここしかないじゃんってなるでしょ。そうということです。私が狼ありえないよね。はい、ではボタンジさん、よし、これで、最終日としてはよかったかな、やれてきたことは。花田さんの説得にします。ですね、とりあえずこの投票で花田さんが心情であればどうすることもできないです。ですが、まやちゃんと僕で土俵に上がることで、人間勝ちにちょっと近づきました今実は。なので、皆さんに信じてもらいたい。僕は、大浜さんには投票していないです。谷さんに投票しています。うん、谷さん偽物だったでしょ。谷さんに投票したんや、僕は。で、なんかすごい勢いで大浜さんが釣られちゃって、僕は悲しかったよ。大浜さんしゃべりたかっただろうにと思って。残り4秒で、花田さんが話を振ったことを僕は覚えています。でも怪しかったでしょ。僕に入れられなかっただろ、狂人。どうやって勝つんだ最終日は。これで花差になったらもう多分茶番になってくる。はい、というわけで、新井さんと花房さんが投票権を持っています。いやー、それでは、改めて言いますが、決まらなかった場合は、ニコニコ生放送をご覧の皆様の、視聴者アンケートで決定いたします。あ、そうか、まだだったのか。それでは、いきますよ。どうすればいい、こっちこっち。あ、まやさんがパー、ごたんじさんがチョキ。パーかチョキ、パーかチョキ、パーかチョキです。まやパー、ごたチョキです。いきますよ、よろしいですか。いきます、決戦投票、いっせーのーせ、パーチョキ、パーチョキで、村の意思では決定できませんでした。それでは、プレイヤーと一緒に今まで推理をしてきた視聴者の皆様にお力をお借りしたいと思います。それではアンケートを今から出します。皆さんはどちらを追放したいですか。1番松田麻也プロ、2番五反治誠一郎プロとなっております。お願いします。何をお願いしたいのか。残り5秒です。見てみます。5、4、3、2、1、ドン。はい、それでは締め切ります。人道だったね。いや、結果を出します。結果が出ました。57.4%。 際どい、際どい。2番ごたんじ誠一郎プロ。すまん、マジでごめん、マジで申し訳ない、ここまで来たのにマジごめん。うわ、惜しかった。でもさあ、では結果を消します。というわけで、視聴者アンケートの力により本日を要されるのはごたんじさんでした。そうなんだ、怪しく見えたんだね。じゃあ、いや、どうなんだ、俺分かんない、投票してなくて、もうだから分かんないんだよ俺。どうなんだ、どっちなんだ。勝ったんだ、負けたら分かんないんだ。ケルビンに投票をしていなくて、かつ谷さんに投票した僕を怪しんだっていうことですね。なるほど。まあちょっと静かめにしてましたけど、怪しかったね。教授を騙せたとこまでは良かったんですけど、まさか皆さんまで騙してしまうなーにー。なるほど。マジで天国ルームで行く末を見守ってください。それでは残された村人には、恐ろしい夜が、やってきます。やった。そしてもうここに来ます。村人には違いません、人狼の勝利です。イエーイ。2人で間違ったね。
さあさあ、というわけで、役職非公開でしたので一人ずつ、まあ、聞いていきましょうかね。じゃあ花房さん、花房さんからいっちゃいますか。花房村人でした。村人でした、お疲れ様でした。いや最後ね、外した上に負けるという恥ずかしいな外したらボタンチくん、ロックしすぎたな、やっぱり。まやちゃんの投ケルミン投票は確かに黒かったけど、そんなことしねえだろうみたいなことに思ったんですけど、まやちゃんが勝負が KO したということでした。はい、すいません、負けました。お疲れ様でした。惜しかったですね、小谷さん。そうですね、まあ最終日の理想な形に、ね、個人的にはできたかなっていうふうには思いましたね。花さんの初日ロックはなかなか外れなかったんでまあそれに苦労するかなと思ってちょっとそっち寄りに寄せたんですけど、荒井さんも投票しなかったあそこに持ってきたけど、皆さんもボタン押してしまったので、すいませんでした。ちょっと私の人間力不足でしたね。投票先は白かったと思うけど、村人でした。さあ、森さん。は村人でした。天国ルームで見てても全然展開分からなくて、最後までどっちか分からなかったのすごいワクワクしました。ありがとうございました。さあでは田原さん。はい、キツネみたいな狼誰も味方がいなかったでもまやちゃんが素晴らしかったと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。さあではお隣原さん。はい、原博士は騎士でした。ボディーガードでした。まあそれ以上でもそれ以下でもなかったです。面白かったです。次頑張ろう。おおおおおおおさあではお隣白田さん。はい、ただの村人なんですけど、いつもの安定志向を捨てて、ブンブン言ったら間違いまくりましたすいませんでした。村でした。では誠さんでした。まあケルビンが殺した日に、まあ村目線隠しろの僕とミヨンヌがケルビンに入れてぶっ殺しました。すいませんでした。ありがとう。さあでは また、では樋口さん。はい、初日処刑されてしまった樋口こと樋口清香は新占い師新予言者でした。兄だけを人間だと知っていました。はい、揺られてがっかりあ、でも知らないですよね、ごめんなさい、信用取れなくって。はい、で僕は信じたよ、田原さん言ったよ。いや今日早いよお前。あ、本当？本当だよ。私入れた。俺とマヤちゃん以外は全員ですですですね。俺と入れられたと思ってた。ダメやろ。やばい、先入観がすごい。どうぞ。はい、じゃあ大浜さん。大浜は霊媒でした。いやでもね、これね、ぶっちゃけね、原さんのおかげですげえ盛り上がってる、ね、原さんのおかげで最後決戦来週チャトルまで行ったから、原さんの愚痴もなかったら、タリさんが釣られた日にもう終わってるから、うん、なんか村、そういった意味で村勝ってほしいなってすごい思ってて、あーやめてよ、俺決定してたとはいえ君を殺してしまったみたいないやでもなんか僕がだから死ぬ時にタリさん翌日普通に釣ってもらえると思ったから、その僕に入れた人が怪しいよって言えば、ボタンジが谷さんに入れてるから多分視聴者の皆さんも間違いなかったのかなと思ってるんで、ちょっと僕が、最後の遺言でちゃんと言えばよかったなと。昼間はそのボタンジが言ってた通り、僕結構優勢だと自分で勝手に思ってたから、谷さんに喋ってもらおうって思ったら、なんか障害の声集まりましたちょっとあ、甘かったです、すいませんでした。霊媒師でした。じゃあ前さん。松田麻也はガオー狼でした。正直ミオさんってグッチョブ出た時とかもマジかよーと思いながら、ミオさんすごく人間っぽいかところだったのでびっくりしたんですけど、でもその後にね、花浅さんに信じてもらおうと頑張れば、仲間であるはずのケイブンさんに人間を着されて票を入れられてやべえなこれとかって思いながら、でも最後誠さんを噛んだのはケイブンさんに生きてもらって、ちょっとなんかいろいろとご主人様誰みたいな感じで迷ってもらった方が面白いかなと思ったのもあります。いやもうちょっと正直原さんの愚直にはやられましたけれども、はい、清香さんは最初狂人だと思ってかばいに行ったらまさかと思うのではい、とかいろいろあったんですけど、いや楽しんでもらえたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、じゃあタニーさん。はい、タニー翼は人狼でした。はい、まあ本当に原さんにグッジョブ出されてきつかったんですけど、まあ最後ね、結局原さん間違ったって落ち込んでましたが、新井さんも間違ってたんでそれは、よく間違ってないかなと思って、まあ
まあ紙先とか珍しく僕全部決めたんですけど、要するにもう心霊媒を狙いに行く紙っていうのをにしたかったんですね。そういうロジックがあるから、そういう逆手にとって2日目出ようと思って噛んでました。はい、頑張りました。では続いてケルビンさん。はい、ケルビンは人間でした。人間で、偽物に狼って言われたこと多分僕初めてなんですね、スリアルブラで。おめでとう。いや、謎ですね、この話。謎なんですけど、まあちょっとあの日でね、せめて谷さん処刑してからね、もうちょっと生き延びられたらもうね、良かったのかなと思ったりとか、あとは僕が処刑された後に、ランダム PP になるっていうことが、まあ村目線負けイコール負けではないっていうことをちょっと説明してて、でだったらもうちょっと戻ることのことはちょっと人間だと思ってたので、その辺を言ってから死ねたらな、まあもしかしたら村は花さんに届いてれば村は勝てた可能性はあったのかなと。まだまだ至らない点がいっぱいあって申し訳ないです、長くてすいません。最後、新井さん。来ました。僕ね、カード見た瞬間、俺すげえ持ってるって。いや、持ってる。マジで。今日これ一戦目、気持ちいくとか超持ってる。最終日以外は、務めを果たしました。強心でした。最後間違ったけど、途中までほんと本当に進化と思って即前さんか思ってしんどかったし、しかも霊媒の俺にしろっていうか、俺出なきゃまずいなってなったし、ガクちゃんなんか持ってそうだなって最初思った。おお、ちょっと、もう途中から新井さんにつなげるような結果に変えてったんだけど。さあ、次りまして、じゃあ改めまして、人狼チーム勝利おめでとうございます。イエーイ。本日次の2戦目が最終となります、メンバーこのままで一体誰が最後に選ばれるかも、エンディングでもしかしたら発表があるかもしれません。以上楽しみにしながら、それでは役職の振り当てなど準備に少しお時間いただきますので、皆さんちょっとだけお待ちください。